こんにちは。はじめまして。はじめまして。はじめまして。いや、そうだ。どうぞ、今日ちょっとカメリンさんにインタビューなんで、主役なんで。はい。いやー、カメリン。はい。今年2020年始まって、もう終わりじゃないですか。この2020年振り返っていきますけど、今日主役なんで、僕らは脇役なんで、どうぞ。振り返って、いや今年はいろいろなものがありまして。何があったんですか？あの病原菌が、コロナそう、の影響でまあいろいろありまして、でもなんとか生きております。あ、そうだね。へへノーカットに1時間で送るしよう。もう来週からまた来ませんから、ね、もう出たくないですね。長いですか。いやいや、コメントでね、俺にカメリンは完全に嫌がってる高橋のことって俺に来るのよ。あ、はいはいはい。その顔は笑ってないとか、目は絶対笑ってない、あれストレス溜まってんだろうなとか、そういう俺に対する批判をネットにみんな書き込むのよ。あ、はいはい。だからそこをカメリンに直接聞きたいなと思って。言えるわけない。いやいや、だから全然いいよ。ちょっと軽くストレスは感じるなでもいいし、あ、楽しいよでもいいし、あ、ここはいいけどこういうのは嫌だなとか、それ全然オープンでいいと思う。逆に聞きたいぐらいですけど、どうですか、僕との対談。楽しいです。でしょ、あの石の話なんて名作やってん。本当はね、全然伸びる。あとカメリン、その2020年無事ね、もうあと少しですけど、来年の抱負、 YouTuber としてどういう何がやりたいんですか。うちもこれ今高橋義信のチャンネルで、もう俺 ほとんど今釣りやってなくて、ちょっと動画休憩してるんで。はい。カメリンは何やりたい。ダンス、モノマネです。やってみてよ、モノマネに何かあるの。レパートリー見たことないよ。自分でハードル上げちゃった。誰のモノマネ？ミッキーマウスが。やってる。いや、テレビじゃない。だって今3人しか見てないんだよ。テレビ出ること考えて、100万人が見てんじゃない。100万人の舞台じゃなくて今3人なんだから大丈夫。どうぞ。いきます。はい。はーい、僕ミッキー。リトルヤンカメリー。カメリン良かったで、今のモノマネ。どんだけ優しいんですか。いや、カメリン、あのミッキーがあるならそれ以外にもない。なんかモノマネが得意なんでしょ。いや、高橋さんがリクエストしたらどうですか。いやいや、わかんないから。何ができるの。何でもできる。いや、じゃあやってください。1個やってください。モノマネが得意な、何でもいいですよ。新幹線でも鳥でも何でも。豚のモノマネをいきます。どうぞ。外したな。大外しですよ。いやいやいや、でも、そこがカメリンの良さやからね。まあそうですね。外したって思わん感じがいいよね。外し芸っていうのが今あるから、はいはい。わざと外す。行動テクニック。はいはい。逆に難しい。カメリンのね。カメリンだから、一つ心配してるのが、動画に出たくないのに無理やり出させられていいんじゃないかっていう視聴者が私にね、言ってきたんですよ。なるほど。そこら辺はどう思いますか。え、はい、動画にやっぱ出たくない。冷凍したらいいんじゃない。そんなことないですよ。そんなことないですよね。持ち帰るか。ハムちゃんこれ持って帰るやろ。冷凍しときゃ、今日の肉まずかった。まずいのこれはあんまり。皆さんもね。あ、マジで。乾杯。KP はかっこ悪いから言わない。恥ずかしくなる。なんかインターネットでよく言うんだって。誰が言い始めたか知らないけど、うこうやって乾杯ってことをインターネットの中でなんか KP って言ってる人が一部いて、乾杯を KP って言ったりね。なんかだけど簡単に訳すとできるから、誰が言ってるか分かんない。キカメリン主役ですよ、喋ってください。 KP。ダメ。そ
最悪だわ何笑ってもカメラカメラちょっとアップになってるから、ね、やめてくださいアップなんでやめてくださいあごめんごめん見出し、ね、見出しなみいや俺ねそんなねやっぱり人間ってヒゲも入るし鼻毛も入るし、うん、耳毛も入るしそれがちょっと一本出てたりそれは絶対生えてない方が病気なんだからでそれがたまたま出てたってアップにしたら目やりがついてたりさよだれがついたりさそんなもんそれもありのままでいいと思ってた俺はでも俺は絶対出たくないどこも虫の奥カメラにも大丈夫裏目に虫の奥いいよカメラに 生ライブだからなんかいいから皆さんこんにちは。ご紹介はおうちで焼き肉バージンですよ。どうインターネットでさ悪口掲示板あるの知ってる？ごちゃん。うん。俺ねたまに見るのよ。毎日見んけど、1ヶ月に2回とか、うん、気が見た時に何こいつら言ってんだろうって。だ例えばどういうの書かれてます？僕見てないですよね。はいね、まあ、悪口だよ。ああだから高橋はつまらないとかね。秋山は出すのとかね。ある。いや秋山の話であんま出てない。あるんだけど別に俺気にしないからそんなに。だから今俺のことをさ、要するに俺のことをギリケンギリケンって言ったやつがいる。ギリケン？だから俺が健常者じゃないって言ってる、発達障害だって言ったけど。ギリギリってこと？あギリギリ。俺も知らんのでギリケンだって言うわけ。ダブル一個。あんまいいお腹いっぱい。でギリギリ健常者だっつってさ、なんか知恵送りみたいに言ってくるわけ。あはい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 。でカメそういうとこないんですか。知らん俺はそんなの知らんけど。あ自分では分からない。分かんないよね。あそうかそうか。頭良くないと思うんだけど、でカメリンのことも結構悪く書いててさ。なんと。でカメリンをさヌードにしようとかごめんねこれセクハラで。で本当にそうやって書いてるわけ。でカメリンをなんかもっとどうにかしようと俺に言ってくるわけ。あはいはいはい、ただカメリンに関しては友好的なそのヌードになってくれっていうのもさカメリンに興味があるよってことで、うんうんうん、まあそうですね、俺に関してはもう8割悪口やねマジで気になる何かそれは多少は気になるよだって俺のことずっと書いてんだもん見ねえんじゃないっけ別に見ても不快じゃないけど、うん、何を言ってるのかなと思って、うんうん、でそのなんかいろいろ書いてるわで俺の擁護派は1割2割でね、8割型はでチャガイフのこともたまに書いてくれる、うん、つまらんって書いてありました、まあ、そんなに悪口は書いてないねでもだいたい俺の話ばっかだから石丸さんも結構気にしとったもんね気にしてたんですよだから石丸は価値がないとかなんか金魚分だって動画に出ても何もできないあいつはとかねそういう悪口をネガティブなことばっかり書くわけ。そしたら今度そのなんかそのネガティブなことを俺がやめろって前動画で何回か言ったことあったら今度この歌を作ってる人が現れてきて要するに何だろうその歌でそのね俺を攻撃してるやつから守ってくれてるみたいなあはいはいだから擁護派の人でそうだからなんか「ウォーウォーツナイト」でちょっとごめんもう覚えてないけど「ウォーウォーツナイト」を歌にしてそのなんか時にはなんとかなんとかみたいので、うんうんうん、そのネガティブなやつらがなんかダメだみたいな、うんうんうん、その歌に変えちゃってるわけ、うん、はあ、うん、素晴らしい歌ですねそうそう俺を守るための歌みたいな、うんうん、ああ危ないんだよそうやって言っちゃうからいけないじゃないですか何かで本当に危ないよそんなこと言われないで悪口をひたすら言ってくんだ俺のいや、うん、嫌ですね悪口ってね何なのかな？なんで言うんだろう？いやで俺が煽ったからよ一回。おいごちゃんねらぞ。ああなんかやってましたね。そういうことやっとるとなんか本当に傷ついちゃって。本当に怒っちゃう。あはい、でタカちゃん最近俺のことタカちゃんって呼んでないんですか？ああそうなんだ。でタカちゃん見てるとかその書いてる。いつやこいつやと思って。何タカちゃんって。タカちゃん見てるとか。めっちゃ可愛がられてますねだけど。気持ち悪いよ、誰だよいや、知りませんよ、そんなの多分、おっさんなんだろうな、思って若くはねえなまあ、どうですかねタカちゃんって何ですかね、うん、最近なんか俺、タカちゃんとかああ、いいですねインターネットなのタカちゃん、いいじゃないですか、うん、まあ、お茶にかかれるほど、まあ、知名度があるってことだよ、うん、まあ、喜ばしいことやねいや、それが皆さんの勘違いで
5チャンネルっていうのは10万人に1人の気違いの行くところね。あーはー、だから見てごらん、ヒカキンはじめ社長、はい、インターネットの 5チャンネル2チャンネルのスレなんて全然伸びてないから。ああそうなんだ。だからその気違いにとっては興味がないわけよ、いじりがいがないわけよ。あ、はいはいはい、普通すぎちゃって、はいはいはい、だから俺みたいにちょっと変わってるとそのバス釣りにまた気違い多いわけ、うん、あとアクアリウムの人も気違い多いわけで、俺がバス釣りをねちょっと軽く否定したりするとマジギレしてくるわけ。あんま言わない方がいいんじゃない、気違いだから。気違いっていうのがやっぱりいい、そうよくないでしょこれアルコール入ってそんなのお酒のせいにしちゃダメですよ。いや、はい、だって本当に気違いなんだって。だったら書く、そのネットに俺の悪口、タカちゃん坊や、タカちゃん今日も可愛かったよ。いや、それは分からないよ、うんうん、本当にそうやって思ってる人と、うん、あとはあのどうにか治ってほしいっていう人もおるんじゃないの、もっとあの違う風にことやってくれ。だから、そいつらは 俺が初期の頃に暴れてくれっていう、うんうん、あじゃあだけど暴れたくないの、まあ、まあまあまあそうやな、うん、だからその人たち言ってるのはだから簡単に言えばもっと俺が突っ張ってね、うんうん、誰にも負けない俺はって、うんうん、はいはい、他に受けするかって微妙だね。だからそれをやってくれっていう人たち、うんうん、だから他の釣り YouTuber なんてバカしかいないよなあいつらもみたいな形で悪口も言うし、うんうん、だってクソじゃんみたいな感じで、うんうん、あの釣り YouTuber 見た、うん、みたいな。で俺が初期の頃ちょろちょろやってそういう感じでね、もっと怒れっていう声が多くて、あ、はいはい、高橋君って平和主義だもんね。もともと俺はだから全部それも演技でやってるわけでさ、うんうん、そこが分かんねえもんだからさ、俺のこと本当の頭おかしい人と思う。全部全て計算だ。あれ何でしたっけ、ギリケンって言われてるんだけど全部計算され尽くしてる。そのギリケンじゃないけど、その要するに知恵遅れってこと。俺のことを知恵遅れだって言うんだけど、その言葉自体がまずあダメやから、ダメ出したらいかんような言葉なので、何知恵遅れってこと。いやいや、ギリケン、ギリケン、いや俺全然気にしない。ギリケンでもいいんだよ別に。そのなんで、いや人が傷つくとか思わんのかなと思う。いやだから別にギリケンってその能力があるかないかだけの話だから。だから養護学校入るのかって気が入りましたみたいに養護学校入れられたみたいなね、間違えてそこの名前言わないでしょ。これ本人言っていい、ここは許可もらってるって本人、これは言ってもいいな、これはダメだなってことは分かる。あ、まあまあそれ大事ですからね。過去に何度もこれはネタ言っとるんです。そう、もう本当に言っていったらかなり心が広い人だね、うんうん、それ言っていい。いやだから自分で言っとったし、俺と対談でも言っとるよ、だから小学校の時に、ね、小学校5年生の時に、うん、おじさんって言ったんですよ、女の厳しい先生、はい、1時間は何分って言って、はい、小学校5年か6小学校5年だったかな、はい、1時間は何分って言われて、はい、うーんって分からなかった。小学校5年で1時間が60分って分からなかった。また先生がまた腹立ってきて、60分は何秒って、うんうん、そっちで思っとる。じゃあ1分は何秒って言われても全部分からなかった。1分が60秒も分からなかった。あいつそれも萎縮しちゃったよね。違う違う、本当に分からなかった。あー、これで、もうちょっとあなたはね、そのまず 1+1 は2からやろうみたいな、うん、その小学校5年生レベルでね、うん、であいつ本当に分からなかったらしいんだ、ただ喋ったら全然そんな感じしないんだよね、うん、僕あの動画見てる限りは全く思いませんけど、ね、だけど今は分かってるでしょ。だって今も分からへんよ。そうだね。いやいや、だからあのニュース見てる芸能人の人が、うん、発達障害って、俺も発達障害もしれないけど、発達障害の中に種類があって、うん、数字がめちゃめちゃ苦手な人、文字が異常に苦手な人って、はいはいはい、どれかが極端に苦手で本当にできないって人が科学的にあるんだって、うんうんうん、だから数字を見るともううわーってなっちゃったり、うんうん、文字を見るとうわーってなっちゃう人がいるの、うんうん、だからそういう人はなんでこんなことができないのっていうのも、うん、あ、一般の人ができることが、そうそうそう、で俺の場合はちょっと言葉を間違えて言ってることが多いわけ。あ、ありますね、ちょっとものすごい多い、はいはい、で俺昨日もアクアリウム撮っててさ、うん、俺はこう言ったつもりなんだけど後で確認してると違うこと言ってる、はい、で、あ、間違えてる、それがものすごい。逆に動画見てると、うん、間違ってないみたいにこういう感じするもんね。いやだから見返したら分かるよ自分で、自分が伝えようとしたことと逆の単語を使っちゃってる、うん、単語が間違えて言ってる、うん、あのよく名称は結構間違えてる。すごい、うん、そう、うん、すごい多くて、うん、で動画を見てようやく気づくわけよ、うん、そこを見て視聴者が、あ、こいつなんかまたおかしなことやってる、あーはーはー、また変なことやってるっつって、それでギリギリゲンなんじゃないかと、うん、
で俺が昔あの竿に竿が折れてガムテープでぐるぐる巻きにしてさ本当に直そうと思って、はいはい、それでやったらそれも頭がおかしいみたいな話なんだけど、そんなにおかしいかなこれ。えそれはだけど、うん、あの面白おかしくやろうと思ってやっとるだけでしょ高橋さんも。そうだよ全部計算づくよ、ね、ただ単語の間違いだけ俺は、うん、飴とガムを間違えちゃう。ガムって言ってるつもりなの俺は、うん、でも気がついたら後で見返すと飴って言ってるのよ。ああ間違えてる、それがめちゃめちゃ多い。まあ間違えてるけど、うん、流れとしてはスラスラスラっと喋ってる。そうそうそう出るけど単語が間違えちゃう、うん、単語がね俺はガムって言ってるのに、うん、動画見返すとアメって言ってるのよ。でそこの辺がね俺の中ではだから魚の説明とかしてるけど、その時もすれ変わってる。あ言葉が単語がねっていうのでその単語のちょっと記憶領域がちょっと欠損してる、うん、っていう自己分析ができてればいいんじゃない。いやだから動画見て気づかない喋っとる時は気づかんけど動画見返してみて確認して自分で編集するやん、うんそしたら、あ、間違えとるって、で、分かるわけ。いや、結構分かるんだよ。お、感じる？うん、あの、なんか名前が間違ってるなと思ったけど、うん、別にそれぐらいだったらいいやと俺は思ってみてるけど、うん、やっぱり間違ってるわけ。間違ってるとこあるよ、なんか感じる？いや、ちょろっとだよ。感じるがいいじゃん。感じるっていうか、まともにそれ動画で喋ってる、うん、ほうか、まあ、それは俺があのこと発達しろ。あとライブもそう、そういうとこあるかもしれない。おかしなこと言ってる。いや、おかしなことっていうか、うん、物の名称を間違えてることがやっぱりある。あるよ、うん、よくあるんだよ。いや、よくっていうか、まあ、たまに。いや、動画見たら俺、自分で感じる。だから、スラスラ言っとるから、うん、分からない人は分からんかもしれない。うん、うん、まあ、俺とか、この3人はさ、うん、カメラこうやって回すと、やっぱり喋ること考えちゃうから、うん、間違えたらいかんかなとか、そういうこと考えちゃう、うん、ということで、だからまあそういうね、5チャンネルとかネットで俺のギリケンとか言ってでも俺は別にその辺気に、本当に気にしないのよ、うんうん、ただたまにちょっと腹立つ時あるよ、うん、なんかなんだこいつはとかの、うんね、批判ばっかり書いてるから、うんうん、でカメリンの子、カメリンは結構友好的やな。よかったねカメリンは。ありがとう。でそこに書いてあった、あの1時間カメリン顔引きつったってあれは絶対嫌やったやろな、あれ無理しとるでカメリンもみたいな。俺だったら俺が悪者になったから男の方が多いんじゃない、やっぱ書かれる芸能のこと。まあそりゃそうだよね多分。その、うん、5ちゃんに書かれてる方が、うん、その動画のコメント欄に来ることってあるんですよね。それはある、それもある。ありますよね。何しましてる、だからうちのチャンネルコメントしてるのもあでもおかしい人多いよ。大体5ちゃんって名無しで出てるね、うん、そうだよねあれ。いやだからコメントでは俺に友好的に高橋さんって言っといて、裏でごちゃんで悪口書いてるのも俺匂いがする。ああそうなんだ。コメントの流れで分かっちゃう。あ、なかなかくせ者ですね。癖であるよ。あそれはないんじゃない。もうマジであるよ。ある。うん、だから俺の前ではさすがに俺が言うとお湯みじん入れるぞとか、うん、ね、もうあんまり次変なこと書いたら NG 普通にバッて入れちゃったりするから。でそれはコメント欄では、 YouTube コメント欄ではちょっと大人しい、友好的な感じ、今日も面白かです。 YouTube のコメント書いてる人は多分ごちゃんは書かんと思うけど。いやいや、もう分かるよ、大体。ちょ、俺の嗅覚は鋭いから。多分、あ、こいつ。あとその言葉の使い方とか、ね、なんとなく、あなんかそういう。で、俺は5チャンネルは全然、あの、前、以前動画通り言ってるんだよ。どんどん俺を言ってくれよと。あ、盛り上がる。何を言ってもいいって言ってる。ただ、俺の住所とかね、そういう、俺に危害を加えるとかだと、うん、それ以外なら何でもいいよ。俺に危害を加えるみたいな。結構、すれ多いもんね。何が1から10、1から10ぐらいやろ。でも、そんなそうでもない、 10スレ、15スレぐらい、15ぐらい、うん、そこにカメリンのこともちらほら書かれてる。うわ、こっちゃなんで、いや、悪いこと書かれてるんだよ。いや、カメリンはね、ちょっとこれちょっと、もうちょっと酒が入ったからちょっと言うんだけど、カメリンをヌードにしとって俺に言ってくるわけよ。それを撮影しようとかね、うん、もうそういうもうおかしな人でしょ。そいつに言ったり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 、今カメラに向かってヌードにはならへんヌードにはならへんでいいじゃん。だってなったところでね、だってどこに出すのかね。いやいや、だからそういう頭おかしい人はさ、なんかそういうふざけて下ネタをさ、うん、ひたすら言ってくるわけ。あ、困った、こらやで。東京のクリニックだよ、ちょっと、うん、本当だ。それ下ネタだよ、はあ、あ、そっか、それ下ネタだよ。なんて、何が、東京クリンクリーン、そう、あのクリニック、東京クリニック、一つ上のお得にって踊ってる人じゃん、上のクリニック。だからこれが川じゃんよ、タートルネック。タートルネック、そう、これが川で、こうやって川がかぶっとるちょっと、カメラ頭こうやって、こうやってそれをこうやって手術して、こうやってしようって。手術して
いやめてこよこれこうやってやっとるもんさ、そんな話来るもんで、カメリンやっぱあのもうカメリンがさ人気出ない理由はさ、やっぱ名前って大事じゃん。それは散々言いますね、僕にも。カメリンっていうのがあかんのかな、俺がつける。もっとさ、え、だって高橋さんつけてないでしょ、カメリンで。自称ですよ、これ。誰、あ、そうか、自分が立候補制で自分がカメリン、自分はカメリンですって言ったのか、はいはい、そうですよ。あ、そうやったっけ、はい、で、カメリンってなったけど、いまいちね、カメリンのファンクラブもまだ人多い。いや、人気ですよ。いや、だって明日からキャンプファイヤー立ち上げ、クラウドファンディング。キャンプファイヤー、クラウドファンディングでカメリン目標額500万やり。ああ、なるほどなるほど。500じゃ少ない、1000やり。1000、うん、あれ登録して、クラウドファンディングキャンプファイヤー手続きして、目標額1000万寄付募り、うん、どんだけ入るか、うん、で、何人使うのか、うん、カメリンの夢のためだよ。夢言ってごらん、これ金もらうからね。何人に使うのこれ。旅行に行きます。あのね、やっぱりカメリンね、みんなね命をかけて、例えばね、なんか犬を救いたいとか、もうなんかもう夢がみんなでかいわけよ、うん、もう自分はもうボロボロになってもいいけどここまでやる、ただお金がなくてどうしても支援してほしい、うん、で成功した暁にはこんなみんなにお返しができるよって、うん、まあ感動を与えれるでもいいし、あ、何でもいいわけよ。だからみんなが何がメリットにあるかっていうところ書いてくれないと。ああ、なるほどね。はい、その旅行一緒に旅行行けばいい。それ恥ずかしいやつ、お金もらって一緒に旅行行ったら愛人みたいやん。一緒に旅行行きましょうよ、クラウドファンディングで。アメリカに行って確かに支援額がいい。支援してくださいって。そうだよ。いやでもあれで1000万とか1億とか貯めた人いるよ。まあすごいですね。でもね、壮大な夢があって、だ結局感動したかどうかじゃない。うん、心動かされたかどうか、ね、そう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 、うん、それなら応援するわって。あ、はいはい、例えば日本一周したいとかさ、うんうんうん、そんなんでもいいだろうし、うんうん、へえ、カメリンクラウドファンディングやり、カメリンでツイッターとかできる。ツイッターやってないやん、カメちゃんね。でみんなやってるよ。俺もちゃがいもセムも、うん、まあ、あんまつぶやかんけどね、うん、やったらいい。クラウドファンディングって何ですか。でだからお金を集めるよ。お金を集める。夢がある人おるやん、日本一周したいとか、なんかでかい商売やりたいとか、でもお金がなくてできないよ。じゃあ俺に共感する人は俺を助けてよ、振り込んでよ。あ、で俺は絶対その夢を叶えてみんなにそれを見せるから。あれってのはお金を返さなくてもいいの。返さなくていいよ、お金はみんなが、ただ、うん、一定お金を振り込んだ人には、一定額以上振り込んだ人にはもしうまくいったら、うん、私の作ったこの T シャツはプレゼントしますねとか、うん、そのお返しをちょっと贈り物をしてあげるぐらい。お金はもう全部自分のもの、うん、だったらカメリンやろう、旅行に行きたいでやろう、カメリン。顔前その3月でとりあえず登録だけしよう。旅行に行きたいから、それでさ、本当のお金が集まったらさ、うん、本当のファンだってことやん、要は。そうだよ。まあ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 、そうだよね。だから逆にさ、一応集まられたらショックよね。それ俺は集まらんと思うよ。旅行に行きたいだけどね。だからもしカメリンのファンで、アラブの石油王みたいな人がカメリンのファンだったら、あ、一人で全額集まっちゃう。1億のピョンって入ってる。あ、そうだって王子様がだよ、うん、アラブのさ、好きや好きや思うんだけど、やっぱりなかなか緊張で言えないと、うんうん、自分の好きなカメリンがクラウドファンディングでお金は困っとると、ええとこ見せないかんて、うん、ポン一億アラブの王様の息子がカメリンのファンやったらね、いやそういう太客をつかまないかんね。乗客をもう飲み屋飲んでんだよ。カメリン、それはどうよ。ありがたいよね、それ。そうだ、アラブの王様に挨拶したから。だからめちゃくちゃ金を逆に一人の人が振り込んだら逆に困るよ。困る困る困る。いやいや、王様は全然平気だ。王様はいいよ、これ、うん、あ、だからそのお金をもらったら何がお返しは実際会って何々とかはできないよ、うん、でもそれでデートでやってる人もおるで、クラウドファンディングじゃなくて。そこはクラウドファンディングはいろんなルールあるから、うんうん、普通に自分のブログとかで私と例えばね、ディズニーランド行ったら1日5万よとか、うん、え、遠方やん。いやいやいや、その肉体感じゃない。その
そういうふうに金額があってライトバージョンで変更で20万円だったらあの夜の1日20時間一緒にいるとかね、デートだよね、うん、そういうやってアイドルやって稼いでるといいよ。へえ、カメにもそれやったらええやん私とね、あの夫人じゃない、ちょっと普通に晩飯食ってこんばんはってあの朝行ってね、昼の3時から5時間で10分ね、もちろん飯食うだけですよ。あのアイドルのカメリンと食えるんだったらそれはファンは絶対してきて、この下の話だった、下じゃない、下じゃない、本当にそういうだからクラウドファンディングじゃないけど、うん、だからクラウドファンディングカメリン業務命令、これ業務命令厄介なの出ちゃったね、うん、クラウドファンディング明日帰って今すぐ今日の調べてやって顔はそれ でカメリンにして旅行に行きたいからって1000万円振り込み誰が振り込んでくれるか振り込まれたら引きますよ、僕マジで。こんなみんな笑いながら喋ってたやつは多分無理やろ真剣味がないわでも応援したいっていう人が、まあ、仮におればさ、おると思うよ、ただ数がどんだけか。あ、はいはいはい、で俺申し訳ないのはみんなから俺金取ってる毎月、この高橋芳乃のチャンネルで。ああそれはいいか、毎月580円取って。ああそっかそっか。で俺何もやってないし動画も更新してないから、たまにだけどプレゼントだな。ああ、いやいや、その580円払ってくれた人に対して何も返しない、あれは気まぐれで返しとるだけで、その580円払ってくれとる人も、うん、初め20人払ってくれて何人おるか、うん、27人ぐらいいた、うんうん、で俺がもうどん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 いって今15人ぐらい。ああ減ってるんだ。ああ、うん、月々でね、はい、で15人俺に580円振り込む、うん、でもその残ってくれた人にはやっぱりなんかなんかお返ししたいよ。だから今コメントここに書いてくれたらなんかお返しを送るよ。あ、高橋さんの持ってるあれが欲しいですとか、うん、あはは、いや持ってるというか何でも送るよ、コメント580年、ね、会員になってくれてさ、うんうん、もう結構8ヶ月とか、うん、ひたすら振り込んでくれてないんだけど、うん、ただ俺動画もあんま出さんし、うん、ライブのアーカイブをたまに残すぐらいで、うんうん、お返しができてないから申し訳ない、うん、オンラインサロンでもやったの。いや12日だ出席みんな仕事合間で3、4人やん。ファミリー、はい、次はオンラインサロンだ、有料制だ、有料制だ、シャワーだ17ライブだオンラインサロンで課金だ、うん、オンラインサロン、こんにちはファミリーですって言ってそこに入るにはみんな1000円いる、月の会費5000円、よう考えて1ヶ月5000円やで、月の会カメリンのオンラインサロンね、週1回行われる、うん、それが1000人集まったらどうなる、 5000×1000 計算できるかな、5000円がみんなが5000円、1000人の人がね、カメリンのファンがね5000円みんなが払ってくれた、うん、いくらになる、5000人の人間が、あ、すごい、1000人の人間が全員5000円カメリンのオンラインサロンで登録した、いくら、1、2、5000、5万、いや何言ってるんや、5万ってどういうこと、5万って10円しかもらうのかしら、いやだから1000人の人がカメリンの5000円のね、今から始まるカメリンのクラウドファンディングオンラインサロンよ、もうどこでもいいよ、もう、うん、もうダムでも FC2 でも何でもいいよ、うん、ほんでね、あ、ごめんね、カメリンのオンラインサロン、そこでお金を取ると、ライブ週一のね、カメリンの授業や、授業です、一時間カメリンがあやあやガガ言うとるだけの、うん、それで5000×1000は50万、1、10、100、1000万、500万、やったやったね、ありがとう、毎月だよ、毎月500万だよお姉さんで、1000人の人が、もういいね、大丈夫だね、うん、ありがとう、安泰だわ、あのダイゴって人いるじゃん、あれ、ニコニコ生放送で同じことや、課金よね、うんうん、それの回数で毎月2億あるって言うんだ、すごいですね、毎月だよ、うんうん、毎月2億ある、うん、そのライブで、うんうん、それで毎月何千円かでそれの人数かけると2億になる、毎月だよ、うん、まあ、カメリンってそんな夢じゃない、そうだね、ですね、だから15人しか入ってない声らしい、それ思ってるわ、もっともっと、そうそう、だから頑張るな、みたいな、人気は出んからまあそれはしゃあないし、器ってもあるから、だからもうカメリンしかないな、オンラインサロンでなんかクラウドファンディングでな、オンラインサロンやるカメリン
いや、ただでかいで、うちでかいですね、中抜きはするけど、俺は、うんうん、うち投手とかカーリン、カーリンの5割ぐらいで返したけど、と思って100万儲かったら50万俺投手するよ、それ。だからカーリンオンラインサロンでね、毎月100万儲かったから50万の半分はそれ、あげるで、あげるで、あげるで、それでもいいですね、そのお客さんが納得すれば払うんですからね。あら、だって犯罪でも何でもない、うんうん、で、自分に夢があるから旅行したんでしょ、うんうんうん、なんとそこで半分も取られたら一人でやってもいいですよって言われて、あ、じゃあ、ね、高橋さんに何割渡すの？1割。いやいや、そんなん俺、もう俺と壊ってですね、その俺取る冗談じゃないですか、ちょうだいじゃねえ宣伝してやってるからね。宣伝がこの今の案だけでも1000万以上かかっちゃう。やったらもうかっちゃう。ただ俺らがやっても振り込むかって話よ。そうだね。いやだからめっちゃ頑張っとった振り込み。例えばチャガ TV でガチであの人たち海外放浪してたりね。死ぬんじゃねえかみたいな。そう、そこまでやってたら応援したくない人間。まあそうですね。例えば日本を徒歩で一周するとかね。しかもサイコロ振って。無理やだからそんぐらいやっとってしかもそれを冗談抜きでガチでやりきっとったら、うん、あいつらすごいなって、うんうんうん、でサイコロ振ってね、今度青森行って、うんうん、今度鹿児島に歩いてみたいな、うん、それで日本一周そのね歩いてやるとか、それでそれもライブで放送しながらとかね、あそれをやりきってったらちょっとは、うん、クラウドファンディングじゃあ応援しようかとかね、うん、頑張ってるからで結局頑張ってない人に、ね、人って応援したくないのカメリーだから旅行に行くんだったらその旅行に行ってる様を動画にするとかそういう理由があればお客様納得するか、あただ単に旅行にするから金をこせって、ね、もう金をもらってあと貯金しとくわ言ったらその夢がないから、ね、ただ旅行行くだけだったらクレームなんかだから視聴者は夢を求めるカメリー夢を買わせてよっていうためにお金払ってる、うん、夢持たせなきゃ、なるほど。じゃあ二重跳びができるようになりたいです。それでクラウドファンディングでいくらにする？二重跳びできるの？二重跳びできてどうなる？2回できた。それ金いる？何跳び行くと150円でいいんじゃないの？もっと自分で練習しろって話やろ。何かでかいことをやりたくて、そのためにどうしても1000万いるんだとか、うんうん、例えば釣り業界だと、どうしてもルアー作って独立したいと。まあ、はいはいはい、ね、でちょっと有名、あ川村幸太郎さんですよね、うん、でも金ないやんサラリーマンやったから、うんうんうん、でもちょっと知名度もあったしクラウドファンディングやったら1000万が何千万がなんか入ってきてでそれで会社立ち上げてやるとかね、うん、ああ素晴らしいですね、そうそう視聴者が応援したくなってるならいいの、うんうん、で理由は独立してみんなにいいルアーを提供したい、うんうん、もう明確だから、うん、でカメリーの旅行に行きたいだけだったら視聴者に何が返すのって点で、うんうん、そこが多分重要なところです。だから旅行に行くんだったらそれを動画にしてみんなと一緒になった気分を味わえるような、うんうんうん、するとかね、うん、じゃあ旅行会社立ち上げる、もう今の次でカメリーの社長で旅行会社立ち上げて、そうそう、どこ行くの、これあの異世界ツアー、何異世界ツアー、何異世界、異世界、あ、違う世界ってこと、どうぞどうぞ、いや、今ね、もうちょっと面倒くさくなってますよ、ほんま絶対面倒くさくなってます、見てこれ喋ることがなくなる、カメリーも一緒にギリギリになってる大丈夫、いいよ、別にギリギリ、いや、もう俺は別に、あのそうだね、いやギリギリというか中の下だなと思ってるその頭の作りがね、うん、カメリーまだそうですかね、いや、だから総合バランスは別に賢いタイプではないから、そうかな、うん、賢くないよ、賢かったら今ここにいないと思うよ、追ってくださいよ、いやだからタクシー運転手なんかやってないから、頭が悪くて判断をミスってるからもう行くとこなくなってタクシー運転手に迷い込んでるわけだ、うん、でタクシー運転手やってたら金がなすぎちゃったもんだから腹が立ってきてあれね、フリーエイドとかで YouTube で小銭稼いでやるって雇ったら、うん、たまたま入ってきちゃった、流れはそうよ、ああまあまあ大まかな流れはね、だって俺30、その頃、ね、YouTube やるって言ったら38個やで、うん、YouTuber でやるって親に止められたねやめとけそんな甘いなその定食やめて YouTube で食う、うん、
バカか、うん、明確にも俺は自信があったから言ったわけよ、うん、いや見ちょれと、うんうん、私はこのやったるよと、うんうん、だから YouTube でトップ取ったらいいんでしょって、うん、でやって、まあ、トップは取れんかったけど、まあ、飯ぐらいは食えるようになったと、うんうんうん、だからまあ、まあ、YouTube やってるやつだからそれね、まあ、俺ではあんまりあんま頭良くないねえ何カメラも一緒だみんな一緒ですよ。いやいや、チャラいよ、ちょっと頭にね。そんなことないですよ。ずる賢い。いや、だからね、あのね、よく世の中ね、あのバカとかいろいろ言うんだけど、うん、俺が言ってるのは、バラ、円を描いたときに円が大きいやつが強いよね。要するに、あ、世の中的にはね。いや、俺の中で。ああ、高橋さんの中で。だから頭がいい悪いって言うやん、よく。うんうん、あいつはバカだとか言うやん。うんうん、でも、全部、俺の中では判断力、記憶力、想像力、決断力とか全部こうグラフ化されてるわけ、はいはいはい、で、その円がでかければでかいほどね、うん、あのバランスが取れてすごい能力が高い、うんうんうん、で、俺の場合は例えばここの記憶領域がちょっと足りないとかね、うんうん、記憶領域は5段階で言うと2とかね、うんうんうん、なんかそういうこうグネグネの円形グラフができる、うんうん、その面積が広ければ広いほど、まあ、この人はまあ総合バランスが頭がいいねと、うん、で、カメリンと俺が今一緒ぐらいやる話記憶力いいじゃん、感じ得意です。そうやな、こういうもんいや、カメリン、バカにしちゃいかんね、俺を俺もまあまあ、実はねあの、それはただね、地頭ってあるね。あ、確かにありますね。あるで、うん、俺はあんまり良くないの。あ、地頭か。良くないどちらかというとね、うん、だから想像力とかは昔からあの想像力はある方なんだけど、うんうん、想像力はあっても判断力とか記憶力の領域がちょっと欠如してるとかね、うんうん、そうなるとグラフ的にはちょっとこうなっちゃう。そうそう、尖ってるみたいな、ね、へこんじゃうんですよね。そうそうそう、だからもうピカソと一緒なわけよ。あ、はいはい、ピカソも当時頭おかしい変なおじさんだから、うんうんうん、でもなんかどっかのがこう際立ってたから、うん、ピキーンってね絵を描いたりとかね、うんうん、それで伸びるみたいな、うん、だから別に頭が悪い、頭がいい、バランスがいいとそういうことは残せないから、うんですねでもここに特化しとればいいってことですね。そうそうそう、ここね、まあ、だチャガイは多分、まあ俺は嘘を言えんから、チャガイは多分この4人の中で一番バランスはいいかもしれない。バランス？だから脳のバランス、記憶意義、丸々、判断力とか想像力とか言葉の力とかいろいろあらゆるものでバランスはいい。だから俺と専務が今互角や頭の能力は。それは何どうやって答えていいか分かんないですよね。いや、俺はそう喋ってて分かるね。うん、だから、だから、だからこういう面は専務が優れとるけど、こういう面は俺が優れとるとか、うん、俺が苦手とか、そういうのはあるよ。ああります、ね、ただ、総合バランスいったときに、うん、まあ、俺がちょっとごめん、頭かみして勝ってるかもしれない。ギリギリ。本当ですか？うん。あ、勝ちました？ギリな。まあ、でも、紙一重レベルやな。そんなに大差は。まあ、丸もちょっと落ちるな。そんなことないでしょ。いや、丸も何でもしょ、それは言っとるしょ。丸はあのちょっと俺よりちょっと落ちるからね。その要するに、ただ物事をやるのは関係ないから、うん、それを成し遂げれば、うん、そうですね。ただ丸の場合はあの俺の大事なやつに 1.5 倍かかるけど、はい、全てにおいて、うんうんうん、だ俺だったら要するにパパパパパパってこう頭が回転してるわけ、うんうん、早いわけ、うんうん、ササササっていくわけ、うんうん、で丸の場合はそれがちょっと 1.5 倍こうゆっくり脳が回復、うんうん、だからそのスピードは落ちるからね。それが頭がいい悪いにならんし、そういうのでバランスが取れてるってことですね。そうそう、だからどっちが偉いもんなくて、ね、うんうんうん、そうそうそう、絵描いたら多分石丸さんの方がうまいけど、うん、はいはいはい、なんかそういう想像力とか言葉で喋ったら俺の方が得意とか、うんうんうん、いろいろ分野があるから一概にあの人はバカだ、頭がいい悪いって俺は言えないと思って、うん、でもこういう部分があった方が強いですよね。とんがってる部分があった方が、ね、5段階評価でオール5が強いの。あ、まあ一般的にはね。さあ、でそれでさらにその5全部が5で、うんうん、さらに自分はここを伸ばしてて極めてる人ができる男なの。ああ、そうか、そう、そうですね。そう、尖らさなかんですね。もちろん基礎のが全体が分かってないと、例えば絵が異常にうまくても犯罪ばっかやっちゃう。うん、確かに確かに、うん、意味ないですもんね。抑制できないわけ、うん、犯罪を犯しちゃう、うん、そういうこと、ね、難しいですね、人間って。深いですね、話が。今日も結構難しい話したでしょ、今日授業、はい、カメリン。そうですね、
え、授業したやろ、クラウドファンディングも覚えたし、うん、覚えたし、じゃあカメリーなんか質問たまには俺に聞きたいことなんかあったら答えれる範囲で答えますよ。聞きたいことですか？特にない。ちょっとあっち行っていい？ちょっと大丈夫、ゲームしに行くのまた。あ、いや、ゲームじゃないです、ちょっとトイレ、うん、あ、どうぞ、聞きたいこと。聞きたいことですか？漢字は得意ですか？得意ですよ。私も得意なんで、多分私の方が得意なんで。はい、ほんと。僕はあの小学校5年生の時に、ね、漢字テストで100点取ったから。あー、漢字テストの100点は序の口です。100点満点ね。うん、100点。あのクラスに2人しかいない、2人のうちの1人俺。1人のうちで。40何人いた中で、俺2位やで。あ、2位っていうか1位だろ、ね、2人だから100点。ああ。漢字テストで。漢字大の得意よ。私は大の得意です。ほんと、うん、じゃあ漢字テストのゲームしまう。え、何？ゲームっていうか、どっちが漢字得意か。お、うん、いいよ。何？じゃあ問題出しますよ。はい、どうぞ。花壇って感じ。うん、花書いてあるやん。ダンさんの段。口書いてトントントン。笑っとんの。何笑っとんの。実際に書かないと分かんない。あ、そうやね。そうそう。はい、次は。コウノトリ。何？コウノトリ。分からんよ。今時ね、カフェにね、あのこれパソコンでやるやつ全部インターネットで出るから必要がないの覚える。え、じゃあその覚えるのが必要性があるんです。いや、手書きで書くってもう俺時代遅れと思う。インターネットでやる。あ、じゃあお歳暮。それは分からんな。書けるのカフェ。嘘言ってない。あの、おは、まあ、ひらがなでもいいですけど、全部漢字で書くと、あの、恩中の恩に、あの、あれです、年、うん、で、クラス。わからん。へへへへへ。笑っとかった。いいよ、カンミン、じゃあ、どんどん。どんどん。え、じゃあ、バラ。ごめん、わからん。あるんですよ、私。かけるの？かけるの。漢字、博士。カメリンはそういう、簿記とかやったことある？簿記はやったことありますよ。何級？全勝で1級。ああ、でも簿記は暗算いらないんだ。計算機でやるの。あ、だから暗算できなかったよね。だからもうパソコンじゃなくて、あの、計算機でやるのが簿記の前提なんやね。そうです。そうか、計算機でやるのは早い。ああ、そうかそうか。俺だからこんなおかしいなと思ったんだけどね、簿記ですごいやるね、なんかやるって言われて、足し算が分からへんのって、おい。そろばんじゃなくて電卓。そう、電卓でやってきたから、覚える暇、意味がなかったんだ。確かにね、計算機なかったらね、複雑になると。そうなんですよ。だから時間の無駄なことをしないと、カメラの英断だ。神。27足す27、ちょっと答えよう。あ、それも簡単です。14の、54。はい。128足す128。26、28、5、まあ、250なんちゃらですね。257。ないよ、もういいよ。いいよ、みんなカメラに喋って。なんか高橋君、刑事みたいだね。取り調べ室くんマジで。いや、喋って喋って。私は何もしてません。質問して、俺に。質問ですか？うん、行きまーす、ご教科の中で何が一番得意ですか？五教科って何が？国語、算数、理科、社会。国語、算数、理科、社会。今日算数だったかな、子供の頃。算数。100点取ったことありますか？あるよ。あれかな、語学じゃないんだ。語学、国語とか歴史とか苦手だった。
古典なんで赤点ばっかり。うん、興味がなかった。面白いですよ、歴史とか。うん、か知らないじゃん。え？知ってるよ。源頼朝とか。歴史って勉強した方がいいよね。これ高校の頃とかの歴史なんか過去のことなんか覚えてもしょうがないんで全く勉強しなかった。うん、歴史は苦手かな。だってそれが本当に合ってるかどうかわからない。だから流れぐらい理解してたからさ。明治、大正、昭和は分かれ。その前も俺分からん。安土桃山って会社テストで。どこにそのさ、明治、大正、昭和までは分かったよ。それ以上のもう空白になっとったら分からんもん。何それ。じゃあ今、令和でしょ、平成でしょ、昭和でしょ、その前明治でしょ。大正か、大正、明治、その前何の江戸や、6時代江戸なの知らない、明治時代のことは何江戸、あ、なんかあるよ、なんかあったっけ、なんかある部屋、いや違う、大まかにこう、江戸って言うけど、うん、それ江戸ばっかりの話だもんね。天皇陛下の存命期間で変わってたんですよ、うん、だからそれでずっと来とるわけだから、うん、まあ、織田信長時代だったら天正とか、あ、そうそうそう、なんかいろいろあるよ、享保とかね、うん、なんかいろんなのが神に、それじゃ明治の前は、明治の前は鎌倉、鎌倉はもっと前、鎌倉いい国組みする鎌倉ばっかりな、1492年、亀に歴史が好きとか言ってまた見せる、歴史が好きな人が鎌倉幕府、わかる、615年大化の改新です、虫殺し、虫殺し、俺のせいで虫殺しって覚えた、あ、そうなんだ、僕ら普通に645年でしたね、あ、俺はそう、いい国作ろう鎌倉、あ、それはありました、泣くようぐいず、そうそう、泣くようぐいず、懐かしいですね、覚えてどうするいやいや、あ、そうか、確かにそうですね、織田信長の時代は何年ですか、え、1580年とかじゃないですか、1500年だよね、うん、最近なんやけど、ねえ、たった500年か、まあ、まあ何を最近って言うかですけど、いやいや、もっと古い方もどった1500年だ、うん、そうです、500年だ、頭ぐらいだ、江戸時代も、江戸幕も悪さしとったでね、あれ江戸幕府の話になってますね、トイレ行ってる間に俺も歴史は知らんけど、まあ、いろいろあったと思うよ、神にね、ありましたよ、うん、鎌倉幕府の時代はすごかったんですよ。本当、うん、あの人が、徳川家康が、あ、家康がね、家康で、亀井はさ、家康と信長と秀吉3人よく言うじゃん、うん、誰がやっぱりいいと思う、そうですね、まあ織田信長かな、がいいかな、秀吉に対して、で信長に対してどういうイメージ？信長もあの、まあ、天下を取るために必死だった人、うんうん、秀吉のイメージは？秀吉はその織田信長がせっかく取った天下を奪っちゃった人、うん、でもあれなんか2つ あってなんか話が、うんうん、その秀吉は織田信長をなんか裏切ってなんか天下、その後にすぐ天下取ったっていうのと、あの織田さんが死んで悲しかったけど、でもその後を自分が継がなきゃってなって天下取ったって、うん、いろいろ二つパターン、そうか、もともと家臣だからね、織田信長、そうそうそう、名前も違ったんだよ、昔羽柴秀吉でしょ、知ってるよ、その前は猿、すごいすごいやんがいいじゃん、そうやで、その前は猿ってこと言ったっていう風に俺も習ったけど、農民なんだよ、そんな、あれなんか東吉郎とかいう名前じゃなくて、あ、そう、木下総吉郎、ね、そうですね、木下やった、木下ですね、でも俺が聞いたのはさ、なんか秀吉はすごいドエロでさ、まあスケベジジイでひどいと、ああ、それもそうですよね、あれはでも誰かが勝手に空想でそういうその可能性もありますね、でしょ、うん、そんなん分かる、その書いてあるなんかスケベジジイみたいなさ、だ文献で残ってんじゃないですか、なんかそんなこと残す、スケベジジイいや、そうっすよ、スケベジジイじゃないよ、そういう風に表現されとるさ、なんか秀吉は実は若い頃すごいもう、うん、なんていうの、スケコマシっていうの、うんうん、もう女に目がないみたいな、はいはい、
で、おめかけさんがいっぱいいたじゃないですか。しかもそれがもうなんか信長とか家康はさっぱりしてるのに秀吉はまあ、うん、まあね、こう奥さんがなんか米かなんか峰かなんかおるのにまた別に手を出してひどかったみたいなさ、そう客歪曲の漫画みたいな、うん、俺見たの、うん、もう本当かどうか知らんけど、でももう高橋さんがそれを見たらもうそのイメージ、そのイメージになっちゃうよ、なっちゃいますよね。だってそれはその奥さんね、相手がね、うん、おるのに隠れてまた遊びが盛んで、昔さそんな人ばっかりなんじゃない、偉い人は。だから秀吉だけなんて言われてんのかなって、うん、そんなみんなみんなそうでしょ。だけどあれ大奥は誰の話だったっけ。みんなでしょ大奥は。あ、みんなの話だな。いやだから歴史上殿とかトップ取ったら大奥が当たり前の時代でしょ、うん、だから例えばその土地を治めてるんだったら、うん、その人がまあ要するに女王様の反対よ、女王鉢ってあるじゃん、うん、女王鉢がいて働き鉢がいる、そういう感覚でその当時のトップがいたら、ね、だから農民の娘とか大奥にみんなが入るのが憧れみたいな、うん、で入ったら生活も安泰だし、うん、だから自分の妾が100人いるとか、うん、まあ、そういう時代だよね多分、うん、すごいことですね。そう、それでそこでまた争いがあったりする、うん、はいはいはい、ね、私があの人の子供を誤解にしたのよ、はい、言ってなんとかどうか知らんけど多分だからそういう時代でしょ、うん、今だったらねそんなとんでもないっていう多くなんか、まあ、そういう人もいるでしょうね。だけど世の中、まあ、まあでも昔の何十人も自分でねえおるでしょう。しかもそんな多くで自分のねその手出したらもう首跳ねちゃうんだから秀吉なんて、うん、空想で撮るでもまあ歴史もだけど空想の域を超えませんからねやっぱり、うんうん、だから関白になったのは秀吉だけだよね。関白宣言、関白宣言、関白宣言、関白宣言しとる知らんの誰もそれ歌歌歌歌歌歌あれ佐田正史でしたっけ。佐田正史、お前が嫁に来る前に言っておきたいことがあるって俺の後ろを歩け、俺の前で笑うなみたいなねもう要するに3歩下がって女は黙って洗い物しとけみたいなねなんかそういう歌があってさだまさしさんでも当時はそういう風やってる、うん、うちのおばあちゃんもよく言ってたよ、うん、女が出しばったかっこ悪いだよ男の人たちにゃなんかそんな感じだったあのね知らんそういう人そんなこと言ったら笑われちゃうね。いやでも昔の人はそうだった。女が出しばっちゃあかんででテレビとか見てもさ女の子が偉そうにしてあんなが出しばっちゃあかんでって思ったことない人、うんまあ、時代ですねやでっていう時代だからさ、うん、で関白宣言の定まりだし、うん、女は飯作って黙っとる。あれなんか後日談の歌があるんですよね確か。それ知らん。確かあるんですよ、なんか思い出るにいかんかったみたいな話が、うん、歌がね確かいろんな歌があるよいろんな歌があるよ。いろんな歌があるよ関白当時はね関白宣言切りたいもうそろそろ息で息が詰まってきた今日も耐えた耐えた何髪の毛切るもうお前髪の毛切ろうよって取られてるもうもう×もうあれお疲れでしたお疲れした、ね、ちょうど会話が盛り上がってるえでも髪の毛的にはそういうの腹立つでしょ関白宣言みたいなまあえ、カメちゃんは多分大丈夫だよね。うん、あ、分からん、俺が勝手に言っただけだけど、でやつくすタイプだと思いますよ。歌にしちゃうんだよお前が嫁に来る前に一挙おったいいことがあるなんかあれどんな歌やったっけ。とりあえず飯は食べておけ、家に帰ったら風呂沸かしとけみたいなそんな感じよ。あ、歌詞覚えてないけどとにかく女は黙っとけそういう亭主関白のね、亭主関白の関白だった、うんうん、で関白宣言、うん、もう今の時代そういうのが男女雇用機会均等法でマインドコントロールされた国民たちが今増えてる、うんうん、マインドコントロールはまあまあいやマインドコントロール、まあ、まあそうですね、うん、だから俺の、ね、幼稚園の頃俺先生にすごい教育受けたの未だに覚えてる、うん、とにかく男は絶対に泣いちゃいけないうん、男なんだからっていう教育なんだよ、うんうんうん、絶対に男はこうしなきゃいけないみたいな、うん、っていうで女の子はなんかこうだみたいな、うん、
なんか女は偉そうではいけないみたいな、そういう文化あったよね、うん、俺が多分ね中1ぐらいはねそういうのが根強かったんじゃないかな、うん、中学入ってからの、なんかそれが緩和、1985年なんで、うん、男女雇用機会均等法でいった、まあ、ドラマそんな昔なんですか、1985年、ドラマとかもそういう風潮だったもんね、ああ確かに確かに、お父さんが、うん、そうお父さんがね帰ってきてお母さんが玄関で待つみたいな、そうそう、うん、だもんで俺なんかもう男尊女卑のもんだから、静香ちゃん見てもう毎日腹立って、静香ちゃんいや男尊女卑だったからそのマインドコントロールされたの、うんうん、ね、だから静香ちゃんが生意気やってるんですよ、のび太くんとかね、その男の子なんだから、うん、静香がなんか英訳ばっかやってさ、うん、静香が毎日泣いて、うん、ギャ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 いじめられとけやんって女なんだからっつって、そういう洗脳受けたの、ああ洗脳だからしょうがないですよね、幼稚園の頃にね、うん、で俺はあの家に帰ってちっちゃい頃に、うん、親に親うちの親とかいろんな周りのところにね、男が偉いっていう、うんうん、で例えばテレビで離婚する、なんか芸能人が離婚しました、そしたらうちの親が、ね、これは女が悪いぞ、あ女が黙っとかなきゃんとかっていうなんかそういう教育を受けてきたから、うんうん、俺の中でこの明確に男は偉い強い偉そうにしていい、それいまだにそうですか、でもそれは今はないと思う、今はない小学校だから、だからそれがそういう風潮が1985年、いわゆる俺が小学校5年の時よ、うん、法律を作ったの、うん、アメリカがそういう法律を作りなさいって、うん、日本でもう古いから、うん、男女雇用機会均等法で権利は一緒だよって、うん、別に男が偉いわけじゃないよと法律を決めた、うん、そっから変わってきた、うん、でも変わるまでにだいぶ時間がかかりましたね、いや今でもだってね、もう男社会じゃん、あ基本ね、まあ、態度の出来ようならそんなね女は増えとるけど、うん、結局だから企業でトップって男が多いでしょ、うん、女の方がまだ少ない、うん、あれが五分五分になったら企業のトップだ、うん、そしたらもう互角な、そう、まあそう政治でもそうだもんね、うん、ご半々になっていいんだよ、なかなか、うん、総理大臣とか大統領になれんけど、うん、女の人っていないからね、少ないから、いやだから政治家自体が女の人少ないし、うん、そうですね、うん、で企業のトップも女の方が少数派だよ、うん、男は俺9割じゃない、うん、まあどんぐらい、女社長って1割じゃない、うん、多分日本の会社全部集めて、何の話だ。え、ダンスのジャケットです、ね。これ待ってんのこれ。回してるよもちろん。2時間コースで今日。長すぎますよ。だって高橋由紀人気ないから。人気ないから。ああそう。寝る前に聞くっていうモンキーギオスのために動画作って。最近毎月に俺コメント来て、高橋さん動画の方が見ました。見ました見ました。来ました。もういい加減にしてください。ついていけます。見下り半つけられた。一体何でもないあいつ。でもモンキーキレールなんだよ、陽介さんにもうダメだって言われたらもうダメですね、動画長すぎます、せめて10分になんとか時間は有限ですからね、さすがにだらだら見てやらねえ20分もちょっとさすがに確かにリリースありがたいですね、だけどね、まあ、まあ特番だからと年末も、ああそこそこ、パケホじゃなかったら見れへんでも、なんてパケホだ、ああパケホだよね、カムリン、そこら辺はどう思うんですか、男女雇用機会均等法とか、男が偉い、女が偉いって言ってる時点もおかしいよね、そうです、男女は平等じゃないとダメだと思います、うん、ね、いいと思います、テーマどう、自分の本音でいいよ、本音、うん、まあ俺どっちかって言ったら亭主関白の方やもんね、うん、だから生まれながらに要するに専務の考えの男が偉いってことだね、まあ、うちの家庭がそうだったもん、うん、俺もそう、うん、だってそういう教育だったから、うん、女がやかんぞってどっちもそう教わってきた、で当時はそういう時代だったの、うん、で今は減っただけで、でそっちの方が気持ちはいいよね、正直な話、うん、うん、だからやっぱりその奥さんは外に一歩外に出たらね、家の中でどんだけ慣れなしくしてもいいけど、一歩外に出たらもう三歩下がってついてこいと、うん、っていう時代だったのね、え、だからそうしたでしょ、まあ俺は対等でいいけどね、何そこだけ逃げるの、いやいや本当にそんなことない、いやじゃあ昔はちゃう、昔はそうだったけど、うん、人には本音言えって、いや昔はそうだったよ、だから女は下だっていう動画も作ってほしい、うん、だから女の方は女なのか黙っとけじゃん、うん、女なんだからって言うとるとめっちゃ叩かれる、うん、で俺でも俺らはその子供の頃は教育で、あとその家計にもよるよ、とにかくそれは、まあ、女っていうのは黙ってんだ、飯だけ作って風呂沸かしてね、うん、ああ風呂沸いたが飯作れっつって、とにかく黙って何でもいいこと聞いとけっつって、っていうふうになんか教わってるね、
いやそうだったから普通に家庭が、うん、でうちはねでも普通だったわ、うん、俺の友達の神田君のとこがすごかったんだよ、うん、たまに泊まり仲居が泊まりに行ったりさ、うん、行ったらさもうお父さん帰ってきたらお母さんにひざまずいちゃってこんなんなんだびっくりした俺先生だと何この家ってお父様帰ったよみたいな、うん、いたるおいでー言って、まあ、うちはそこまではひどくなかったけど、うん、そんでそのね俺の友達がうわーっとお父さんが出てきたら正座だよお母さんが、うん、お父様が言っとったかな、なんだこの家はと思って、いやだけど普通に、うん、いや飯食ろうっていうのはそんな感じいつもだったよ、そう、うん、でうちはそこまではないけどそんな帰ってきてなんでひざまずいてね、うん、こんなんひざまずくまでなかったけどね、確かそこのとこはね多分ね靴とかも外しとったレベルの俺もびっくりしたのよ戦前の話が、ね、やべえなこの家って厳しいなって、じゃあ家から出かけるときはもう靴べらを立て持ってくると待ってる、そうそう、でもすごいねお父さんの立て方が、うん、お父さんも帰られたぐらいの感じでもうああっていう感じよ、もうそのお父様がすごい偉大だったんじゃないですか、いやただのサラリーマンだよ一家の家庭ってでもそうだったよね、どこの家庭もそうだったんだよ、割合ね、うん、まあ俺のとこはまあそのある程度自分の商売やったから収入多かったから、うん、おふくろがあの いつも言ってた、あの親父が出かけるのね、うん、まあ、そうしとけば気持ちがいいから、うん、お金が入ってくるからいいんだよそれで、うん、みたいなこと言ってたけどね、たぶんその辺はどうかな、寝ぼかしいいと思います、で俺はだってもうあれでよかみにこうだけど20年前の俺はだ女は全部奴隷やってどうしようもない男やった、うん、女って生き物は全部奴隷っつって黙っとけっつってもう牢屋に入れとけぐらいよ、うん、そんぐらいやったよ俺は25年前はその人が25年経ってなんで変わるんですか、すぐ変わっちゃうよ、これは嫌われちゃいけないとすぐ変わるもう笑顔だよいやでも昔の人ってもうそんぐらいの勢いの俺感じだったけどね、でも家庭によりますよね、だけどあそうか、うん、と思いますよ、家庭によるなそれは、うん、あとその お父さんについていく価値があるかっていうか立てる価値があるお父さんだったら、いやだからカカア殿下だったらお父さんの立場が全然ないね、うん、あの人はもうダメだねっつって、うん、早くもっと稼いでこねっつって、うんうんうん、はーいみたいな感じだとお母さんが偉いけど、うんうん、逆もあるし、うん、対等もあるし、カウニーはそのどういうのが理想なの、ついていけなかった理想だよ、理想楽しかったらいいですよ、カウニーの楽しいが分からないね、でも楽しいのは毎日あのえキャピ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 言ってればいい、うん、簡単ですね、簡単です、あんま変な話してるとねすぐにあの変な外国からのコメント来ちゃうね、なんか外国からなんか一回見たことあるんだよ、なんなんの、いやコメント来たことある、ここカットしてねえけどさ、なんだかあのあそれはじゃあ動画の中で、うん、あの別に要するに4人金星編っていう昭和の映画を作ったん俺が、あだから昭和を描いたのよ、要するに戦争直後とかは男が戦争で死ぬから、うんうん、とりあえず死ぬ可能性があるから男を立てるみたいな文化で、うんうんうん、その時代に菊池にタイムスリップしてもらって、うん、あそういう黙っとけやと、あ、はいはい、俺が今釣りって言うと釣りが戦争みたいなイメージ、はいはいはい、この魚を取りに行く時、はい、女子供は入る場所じゃねえよみたいな、はいはい、特に女っていうのはどうしようもないっつって言ったのを、うん、イギリスの、ね、日本語で言ってるのに誰かが通報したのかもしれん、イギリスのなんかすごいもしか誰か勝手にリンクでもそこに書いてあって飛んでったら、うん、イギリスかどっかの女性人権団体で、うん、あなたの思想は認める、ただ男女の平等をね、うんうん、こういうのをしっかりしなければいけないってものすごい長文書いてる英語で、あただ俺はその時文化の違いで、うん、いやいやこれ俺が今の思想でね、うん、別に俺は男と女対等でいいと思ってるし、うん、女と男で関係ないんだよ、能力ある女もいるし、うんね、能力ない男もいるし、うん、もう男女関係ないと思ってるんだけど、うん、なんだけど俺がその昔にタイムスリップしてもらって菊池さんに、うん、で当時のどうしようもない男を描いた映画を作ってみたら、うん、映画もダメやって言われ、うーん、
映画ザ・ブラックバス全部見てみて、女人禁制編40分間女の文句言っとる女はダメだなと思う。でもそれはそのタイムスリップしましたっていう話はしてないんですよ。してない、もちろん俺の中で完結してそれはそれはお伝えしなきゃダメでしょ。あらかじめなんかこうテロップ入れるなり、これは、うん、こういうものですっていう。自分で出てあれだけ言いたくねえんだよ、うん、僕もやった、チラッと見て言っても、いや、まあまあ言っとるだろ。いや、冗談で言っとるだけ、女はゴミやって言っとるだろ。そんなセリフ、ダメですからね、普通に。だからそれ言って喜ぶ女性がやっぱり1000人に1人やっぱいるわけだから、あ、その人のためにはあえて自分がけなされることを覚悟でそれをやってあげてるっていう。さすがですね。そうそうそう。ね。ちょっといい加減長すぎませんか。大丈夫ですか。24時間テレビどうするんじゃ。え24時間生テレビでずっとみんな27時間、司会6時間ぐらいやるよ。ああ全部流すよ。あれ中居君それあのちんこまだちになったの知ってる？中井くんが知らない。中井くんが中井くんだったと思う。どこ鶴瓶さんでしょ。いや中井くんだよ。鶴瓶さん何20年生放送何時間テレビでこうやってこう風呂入るしかにこうやってとこやって 0.12 秒ここの玉の部分がちゃ入っちゃったみたいな、そこのなんかその写真がなんかその静止画みたいなんでこれみたいなネットで見たよそれ。多分アウトな。いやアウトでしょ。ただ事故だから。たまたまか。いやだ、下半身をテレビでやったら基本的にその倫理的に、うんうん、わいせつ物陳列罪レベルだ、その、うんうん、引っかれないんだ。え、その何ですか、27時間テレビの話ですか。だから長すぎませんね。まだ今2時間始まったばっかり、2時間90分ぐらい。これ YouTube の動画ですよね。いうとこ27時間だったらいいじゃん。マジでやるんですか。いや27時間も眠たくてやらんけど、まあ2時間も3時間ですよ。年末でもう今日で終わりなんだ。神ちゃんいい、いいよ。だって夕方5時もできもなんで。今何時。いやこれはもう4時だったら帰る。何時。2時です。もう2時間もいいや。いやもういいよ、ゆっくりしたらいいよ。かぶっちゃってね。いや別にゆっくりしたらいいよ。かぶるそれやめた方がいいんだって。そのかぶるの、これもうかぶるやめた方がいいよ。ゆっくり進んでやるよ。怪しいわかぶる。そういうなんタートルネックは流行ってる。これネコーマだよ。ネコーマ。あ、そうかそう。なんか家にあったから。なんかバルテナヨーグルトかなんかないな、トロッとしたの。ない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 。アイスクリームとかね。え、なんで笑ってるんですか、トラさん。何か。アイスクリームって言って笑ってましたね。いやガリガリ君が食いてる。買ってきましょうか、自分が。買ってきてよ。お、マジですか。行ってきますよ。じゃあ食うてうまかったかね。行ってきてよ、ガリガリ君。チョコ。何チョコ。カミ、うん、何がいい。カミちゃん何がいい。アイス、なんか、あれ、ピーノ。ピーノね、ありがとうございました。ピーノ、ガリガリ君、チョコ系ね、うん、ガリガリ君、ちょっと5個ぐらい買って、そこの冷蔵庫の冷凍庫でもう入らないですね。いや、アイ入る、下の空間とか入らないですよ、もうどうせ下、アイ取って、見たから。なるほどです、はい。2000円、まだ2000円持ってきて。2000円もいりませんよ。いや、ガリガリ君アイスいくらだと思って。5個で5個買っても釣りきますよ。来ないって。適当になんか買って冷凍庫行くって。わかりました。でカメリンじゃあ。チョコ系とじゃあバニラ系と両方。わかったわかった。ようやくカメリン主役の時間来た。今回はもうがっつりね、4K で撮ってるのか。4K で撮ってる。もちろん俺 4K しか撮らない。俺も最近全部 4K。 あれ癖になるわ。もう 4K で撮ったら 1080p になったら許せない自分が。そんな変わるかなだけど。いやだから大画面で携帯で見たらわかる。あうちのこう大きいので見たら 1080p と 4K はやっぱ違うよ、うん、だからパソコンで見る大画面で見るなら 4K で。でも俺 4K でしか撮らない。ダブリン撮られてる 4K で。4K で撮られてるよって。怪しいですよね。美しく帰りが高価。これ帰る持ってきや。これもったいないから。うん、持ってって冷蔵庫入れといた方がいいよ。冷凍庫入れるか。冷蔵庫これあの、ラップして冷蔵庫を。てか、何そのニンニク事件での聞かせてよ。ニンニク事件、うん、何があった。俺が週末使おうかなと思って、うん、冷蔵庫入れといてですから。あれあらへん、カメに冷蔵庫やんないよ、その辺に置いてあったの。あ、そう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 、
要するに家人客の会社のその余り物みたいに盗んじゃったとね。やるよ。持ってって売ってくれるよ。あれ黙ってながらさ、今日ニンニク買うなちょっとスーパーから150円あれってここにあるかって言って。いいよニンニクぐらい。ニンニクいい。いいよ。なんかさすがに醤油をさ半分さグーッついて家に持って帰ったりしてさ、カミリンやめてよ醤油半分持って帰って、砂糖とかさそこにある砂糖とか半分家に持って帰ったりとか、そんなにしないですよ、ニンニクは好きやで、どっちみち置いとっても使わんのね、ニンニク腐っちゃうからもったいないです、うん、この腐りかけのあの微妙な状態で持ってる、あこれはもうあのシワシワだ、あニンニクってこうやって埋めたら芽が出るのか、出る、うん、もう一回ニンニクできる、ニンニクの芽ができるじゃないですか、で芽が出てもう一回ニンニク部分もできるのか、どうなる、でもニンニクの芽も食べられる、ああ売っとるもんねスーパー、うん、あれ美味しいです、えのき、カメリの家ってなんかビワとかありそうな、ビワはない、あれがある、あの、ね、キイチゴがあります、何キイチゴ、木になってるイチゴ、ああ山の山の山桃、山桃のつぶつぶのやつ、ああああ、あれをいつも毎年取って食べてる、酸っぱいやつでしょ、そう酸っぱいやつ、あでも甘い時もある、あれ山桃って言うんだよ、キイチゴ、木じゃないの、木だよ、木でっかい木、まあまあの木でもこれぐらいの木、ああこれぐらいの木、野イチゴ、野イチゴか、俺は山桃のこと言ってたんで、野イチゴは違う、のいちごは下に生えとる、ヘビイチゴ、ヘビイチゴ、ヘビイチゴは下に生えとるやつ、地面に生えとるやつ、キイチゴはのいちごじゃない、え違う、あれ別物なの、カメリンさってことはさ、庭があるってこと、庭という庭ではないですけど、庭という庭です、カメリン、ニシキゴイちょっと飼育せんか、ニシキゴは入らんです、いや、400リットル入らんですそれ、1メーターかける2メーターの場所作っちゃうでこれぐらいの、これぐらいの庭ですよ、ここの横ので、そこに置いちゃえばいい、取れなくなってしまう、錦鯉育てや、錦鯉興味ない、錦鯉いらんですいらんですそうやったか、ごめんごめん、コメントでみんなに錦鯉いりませんかって言うんだけど誰も返事してくれないものすごい長文書いてんけど、もうそろそろ錦鯉の飼育を始めませんかってみんな無視してくれる、まあどうもろいよ錦鯉興味ない、やっぱり錦鯉なんか大変そうです、水槽で飼えるよ、60センチ90センチ、水槽が置くところがないんですよ、でかなったら困っちゃうって、うんうん、水槽も高いしねやっぱあの泡ブクブク、うん、もうあれ大変だけど、いや別に大変じゃないよ、だってあの綺麗にしなきゃいけないじゃないですか、そう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 、それが大変なんですよ、そうそうマミリン特別業務、じゃあちょっとフリートークやって聞いとこう、疲れてきたからフリートーク頼む、ちょっとフリートークですか、フリートーク、うん、あ、30日、うん、30日か、あ、年末か年始ぐらいに雪が降るって言ってました、なので、うん、そろそろタイヤの交換をしないといけないんですけど、してないの、まだしてない、タイヤは、タイヤはあるのかないのかちょっとよくわかんないんですけど、去年どうした、去年は買えなかったです、雪降らないと思ったから、そしたらやっぱ降らなくて、うん、ああよかったって、買った方がいいね、いくらだろう、1万5000円ぐらい、よくわかるのがいい、 K だから、K だったらスタッドレス1万5000円とかでいけんじゃん、買いとき、買いていきます、つらー滑るよね俺も買えてないんだよつるーって滑るよね、この間雪降ったじゃん、降った、こんなやつ、ぶわー、ああそうそうそう、ちょっとつるってしまうよ、そうやね、でもまあまあ積もることはないかなって思ったから、うん、変えてないんですけど、まあ、今年は変えた方がいいですね、そうか、今年は降る、積もるらしいっていう話ですよ、多分ちょっと視聴者の人たちに何かちょっと言ったってよ、視聴者の人たちに見とるだろ、
あの割り箸は大体なんかこういう四角いやつが多いんですけど、うん、それはダメなんで、うん、あの丸い竹の箸、うん、あれが一番いいです私の中では。なんで何回も使えるから。何回も使えるし、うん、あの痛くないんですよ。割るのが綺麗に割れないから。確かにその割り箸ボロいよね。そうだからこれなんかたまにの木のささくれみたいなのが出てくるから、うんうん、あれが刺さって痛いんです。これ安いやつでしょ多分、わかんない。ためにあの割り箸詐欺って知ってる？割り箸詐欺？要するに割り箸を使わずに木を伐採しちゃいけないって。割り箸使わずにもうプラスチックの箸を使おうって。前箸を持とうなんて言うのもあったね。あれ実は箸業界が困っとるわけ。要するに日本なんか山なんて今手が入ってなくて、うん、いっぱい箸切れるわけ。木があり余ってるじゃん。で逆にこう山に木があったら間引いてってそれを全部箸に変えてやってたの。いい箸をね、うん、ジャパン国産箸。それがもう今安い海外のね、うん、こういう二足三文のやつとか、あと今ファーストフード行くと吉野家とか全部あのくるくるずつも全部プラスチックの箸、うん、で割り箸の価値がなくなって割り箸昔から作っておった山ね、山荒れ放題で、なんか嘘のマインドコントロールが広まって、うん、要するに割り箸とか木を使うと資源がなくなるみたいな。あ、資源は有り余ってるっていうのが本当なんですよ。あ、それ知ってた？知らなかった。やっぱみんな割り箸買った方がいい。そういうこと、うん、そしたらリサイクル、うん、木がなくなっちゃうっていうあの嘘のねマインドコントロールで、あれ砂漠もないっていうのが実は。砂漠がない、なんかサハラ砂漠とかあると思ってるんでしょ。あれはある。いやだからそれ嘘なんだ、ないんだよ。割り箸をね使っちゃうとね、高橋君、うん、木が二酸化炭素が増えちゃうんだよ。熱帯雨林かなっていう嘘を広まって酸素がね、酸素不足になっちゃうと。だからね、カメラとかテレビで半分か8割嘘ばっかり。だから今二酸化炭素で温暖化でさ、うん、南極の氷が溶けてさ水面上昇したらさ、カメの家が水がねバーンって水中になっちゃうよって。南極のこれ以上温暖化してさ、ブロンガスとかって温暖化、二酸化炭素で温暖化で南極の氷が溶けちゃって、うん、溶けちゃったらブワーッと海面上がっちゃってカメの家まで全部海になるよって、うん、っていう風に脅かす。そしたら人間になればいいんですよね。それね、だけどテレビで NHK でやってたからね、うん、なんてそういう特集やっとったよ。だから NHK が洗脳機械やる時代あれ時代だ。いや、もちろん本当のこともあるよ。もちろん NHK でも素晴らしい番組もあるし、ただその二酸化炭素っていうのはちょっと今の時代ではその判断しかねるレベル、うん、それが本当にフロンガスから来てるの。よく NHK 見るよ、昨日も撮ったから。なんて撮った NHK？ 昨日はね、違う、動物やつ撮った。地球ドラマチックやつ。ああ、あれ面白いの。あれもちょっとやらせてからですね。ないよ。いや、それはガチ、ほとんどガチやけど、たまにライオンにね、食わせたりするときにもう弱ったやつをやってる。ひどいんだから。本当だよ。でもあれはガチでしょ。ガチ。ほとんどガチだわ。あれだってすごい多分。野生の王国でしょ。1年とかはやっとる、ストレス続けたんじゃない。あのライオンの生い立ちとか、そう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 、あれすごいよ。親子とかね、狼、うん、昨日はね、あの北極圏と南極圏の動物やったけど面白かったよ、昨日のやつ。そう、ライオンの切ないよ、狼。こんなちっちゃいライオンがさ、 YouTube だから見て、ずっと育って大きくなってきて、生後3ヶ月、可愛い頃に水牛がやってきて、うん、ガチャガチャガチャ踏まれて、もう足と腰、複雑骨折よ。わ、でも歩いてる2本足こうやって、頑張って。これでももうここ腰がぐっちゃぐちゃで、手だけで歩いてる2本足こうやって。でお母さんについていくんだけど、お母さんもこう見て、ちょっと見て、あ、もうこれダメだって、歩けないから、もう水牛に生まれて腰がぐっちゃぐちゃになって、もう全くだらんだらんで、でもうそれ見捨ててね、まだそのまま死んじゃうわね、休みの世界。かわいそうです。かわいそうでしょ。
とか自然に治らんもんですよね。そりゃお医者さんおらんもん。人間だったらね、お医者さんが腰の骨折れてもなんとかってやるけどさ。ああ。これはライオンはできて。動物の世界厳しいね。じゃあ厳しい。あれ琵琶湖行ったらあれ猿がおるんだ。うん、猿がなんかカメニみたいな猿がいっぱいおるんだ。喧嘩ばっかりするんだ。ものすごい喧嘩するんだ。喧嘩ってじゃれとんじゃん。違う、もう命の取り合いや。でバス釣り俺奥琵琶湖でやっとると、俺一回だからその猿同士の喧嘩で多分刀潰れとんかな、うん。ものすごい怒鳴り合いよ。もうグラーみたいなんでやっとるんだよ。多分ナンバー2ナンバー3あ。そういう争いなんやろね。ほんで一匹のなんかでっかい猿が逃げてきてさ、固めなんか潰れた感じになって血がブワーが出て、くんなんして、あれ多分噛みついて面倒に潰れちゃったんだよ。猿の世界は、神にも。ああ、猿も怖いですね。そりゃあね、もうめちゃくちゃな世界。お医者さんおらん。ただな。ありがとう、ありがとう。まだ続いてるよ。まだやってんすか。27時間テレビなんだ。年末特番だよ。特番もあんま長いとあれじゃないですか。もうちょっと見たいぐらいでいいんじゃないですか。年越しライブが27時間やるやん。カミリンの好きなピノだね。ピノですね。カミリンの好きな動物は何？犬飼いたい。犬は飼ってました。何飼ってた？ゴールデンを。いつまで？あ、ここまで。私が中学校ぐらいまで。かわいいね。かわいかったです。でも散歩ができなかったんで。なんで？引きずられちゃって。あ、でかいもんね。そう、逆に散歩させられちゃって。カミリンが何か言って。なんか、うん、あいつ美味しいですか。うまいうまい。いや、多分、ね、視聴者が暇しないように。あートークで盛り上げて練習練習今日。お茶はほうじ茶がいいと思います。なんで？ほうじ茶の方が健康にいい。いや、緑茶も健康にいいんだけど、あのカフェインが入ってるから、うん、ほうじ茶は入ってるかもしれないけど、うん、そんなに入ってないと思われる。入ってるんだからっていう話です。おしまい。カフェイン。いや、この状態が一番嫌なんですよね、カフェイン。なんだ、マッツーマンが一つ一人でここにおって。いやいや、カフェイン喜んでる。テレビだけ。出てるだけ、出てる。何言っても何だよ。そうそうそう。警察の尋問。そうそうそう。すいません、カメリンさん。じゃあカメリンの好きな話、今日聞き役や。好きな話ですか。好きな話。好きな話。あ、今鬼滅の刃が 4D 映画公開です。面白いな、あれ。見た。4D。何がおもろいの。何が、全部が。いや見てないから俺分からん、うんうん、全く見たことない、うん、何のことか分からん。鬼滅の刃、面白いね。あ、もう面白いアニメ。これ君の名を見た。見ました。おもろかった。もう普通でしょ。君の名を見た。見ました。おもろい。なんか難しかった。男と女が入れ替えちゃうんでしょ。え、君の名ってどう話したのか覚えてないよ。あの男の子と女の子が入れ替わって、で、なんか時間軸がなんか。ああ、そうだ。ああ、そうだ、そうだ、そうだ。そうなんだ。俺、小学校の頃に見た映画であったよね、最後に。あの、大林さん。昔の古い映画で、階段から落ちて男と女の逆になる映画は昔からあった。そんな二番煎じで金儲けなんて冗談じゃねえっつって。見る前から俺見ないよ。ライオンキングと孤独だぞ。全米1000万人が泣いて。でも ライオンキング並べたらダメですよ。なんでですか。ライオンキングいいじゃないですか。面白くなかった。なんでですか。おもろいな、あれ。ライオンキングも面白いですよ。マジで面白いですよ。俺は理解できなかった。ああ、まあ人によるかな、だけど、うん、まあ、だからもうああいうのも分からないね。あの
芝居とかもよくわかんなくて、途中で歌を歌ったりとか、はいはい、ミュージカルだ、ミュージカルっていうのも見えないから、あ、出た出た、このミュージカルバカに、バカにはしないけど、俺は好きじゃないと思う。あ、だからたけし映画みたいなでしょ、俺も、あ、だからたけし映画で、いなりのことコン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 、たけし映画ってそうなりましたっけ、たけし映画でなんか普通のやつなんだけど、途中でみんながいっぱい集まってこうタップやって、コン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 、あれ、あれが滑稽やってんやろ、何の脈絡がない、あの、あれでしょ、ジャンル的に、あの、本当の舞台でしょ、舞台っていうか、生のリアルのミュージカルとかが無理ってことでしょ、まあ、要はあの、式みたいな、劇団式ね、素晴らしいよあれ、うん、劇団式はすごいらしい、ね、もう本当にすごいんですよあれ、で聞いたから、あれ震えますよマジで、いや誰かテレビの芸能人が言ってた、うん、舐めたらやばいよって、いや本当にやばい、作り込みが全然違う、やばいよ、じゃあみんな言うんだけど、うん、見たことない、人にいいって言われてなんか見に行って、なんか俺面白かったら楽しくないから、うん、うん、やっぱ自分の好きなものはやっぱ好きじゃん、そういうことやな、そう、だから友達、女紹介したやつ、小学校の中学校のさ、うん、めちゃめちゃ可愛い子があるだろうと好きだ言って、うん、おいおいおいって、とんでもないよって、行くとそうだもんね、あったよね、あった、俺もあったんだよ、それゲーセンでね、ゲームセンター、俺中学生の子って言ったら、なんかよその中学の子がどうしても会いたいって言って、うん、なんか行ってみたら、とんでもない、もう仰天ですよ、こっちは。いやいやいや、股間ですよ。なんかさ、タイプじゃないかって、タイプはもうほらこんななんかジャイコみたいなのに来てなんていうの、ジャイコに失礼だけど、うん、俺のそもそも全然違うよっつって、うん、誰だお前はって人に好み、まあ、そう、可愛いって言うしやつもそれ悪いよね、そうそう、そ友達のこと可愛いっていうのね、そういう性格のあれを何か言って可愛い子がおるもんね、うん、カメラの電源なくなりそうやな充電せないか、充電しながらやる、充電しながらやる、何の話してたっけ、あ、劇団四季ね、はい、鬼滅の刃、うん、カメリンの好きな映画はね、鬼滅の刃、それ以外、それ以外実写版で、うん、あ、キッチンやな、黙人犬か、あ、それとかあとマンマミアですね、何マンマミア、知らないですか、ミュージカル、知らん、あんまりお前ミュージカル、ミュージカル映画です、おもろい、面白い、僕見たことない、面白い、カメにちょっと水拳やってみてよジャッキー・チェンのファン語るなら水拳できなきゃ嘘やろ、やってみ、ふぅーわっていう、ジャケンをジャケンをやれ、マイケン、ジャケンみんな怖いとったよ、俺小学校4年生の時ジャケン流行ったよね、次の日学校行ったらみんなジャケンやっとってさ、うんうんうん、でさ小学生同士って本気の喧嘩になるやん、よく多いやん小学生バカだから、うんうんうん、なります、したら喧嘩の時にみんなジャケンやってる水銀って本気なんだからあ、なるほど、本気でジャケンやっとるやつがもうね、うんうん、結構続出してて、で少林寺拳法習いってね、おったでしょ、もう俺の友達山根くんっていうのも本気で熱くなってさ、顔の中でやってこれやーみたいな、これ何これこれ何、なんかジャッキーチンのこういううわーみたいな、結構疲れて痛いんだったあれがまた、いやいやいや、あいつおらんでそんぐらいあれブルースリーとね、ジャッキーチン流行ってる、うん、ジャッキーブルースリーはちょっと上じゃないんだ、あ、世代がね、うん、うん、いや、でも映画が再放送されて、俺んちにもあったね、ブルース・リー・ジャッキー・チェン大百科って持っとったらいいね、うん、ブルース・リーとジャッキー・チェン大百科って、まあ、プロレスがすごいなんか人気あったね、当時は、あった、ゴールデンでやってた、うん、やっぱテレビの影響力はすごかったですよね、昔はやっぱり、うん、そうで、うん、プロレスはね、20年間国民を騙したのおいで手のひら返した、だから今プロレス人気なくなった、だって俺も騙されてたの、うん、俺小学生の頃信じてた、本当にですか、そりゃ猪木さんも世界で一番強いです、信じましたか、小学校の頃は信じちゃう、ロープに投げたら勢いで戻ってくるのは当たり前なんだ、だってテリーマンクはフォークで当たるとして血が出ちゃうんだよ、いやあれはリアルですけど、いやリアルかどうかしないけど、あリアルでしょ、ぶっちゃうと遅いでしょ、あそこは弱くなっちゃってさ、ちょっと強いだけでも違いちゃう、あ、まあまあ、顔自体そうだけど、うん、
でも結局やらせてんで、まあ、そうですね、まあ、ショー、いや正直今テレビが面白くないからね。うーん、 YouTube でさ、まあ、どんなジャンルでも見れるわけで今って。うーん、もうみんな家帰ったらテレビつけんのかな。僕は未だに家帰ったらとりあえずテレビつけるんですよ。俺はテレビじゃないからテレビ見るけど、うん、みんな見るんかな。娘とか見ないからテレビ。うん、みたいだね。だから見たらかっこ悪いっていう洗脳が学校であるのよ。ああ、いや見ても誰かわかんないよね、面白くないみたいな。で、言って、じゃあみんなが言っとるとさ、無意識に影響受けないと。あ、はいはい、でやっぱりそれに賛同してテレビ見ないよねみたいな、ね、そうかと思って娘のこと YouTube でもさ全く面白くないから。ああ、はいはいはい、ティーンに受けなきゃダメですからね。いや俺その層はもうばったり捨てないなんかなもん、カブラは捨てちゃダメですよ。ティーンか、ティーン高橋芳生までもいいか。ああ、高橋芳生ですね。これ高橋芳生ちゃん、はい、なかなか器用にできませんからね。すごくコアなファンが多い。高橋さんの本当にファンが、でだからそんなもおらんだけど、いますよ。もうちょっと広がってくれないんですけどね。カメリンはやっぱりですね、そのカメヤシチヌコみたいになるか。亀橋、亀橋、亀橋千乃子さんみたいな。千乃子さん、うん、ああ、ほぼパクリで亀子の釣り日記みたいにあるか。北海道行ったりさ、東北行ってマグロ釣ったりな、あれでなんかその辺でキャンプやったり、軽バン改造してな、軽トラとか、うん、そう、車中泊だな。で釣った魚をさばいて料理して食べるっつって、うん、やるか。試みとしてはいいかもしれないね。うん、うん、やらないとやれやれ。いや、サポートはするよ俺。言っとくけど、カメに YouTube 今これうちは人気ないからあれやけど、有名になったらもうアイドルより上なんやで、立ち位置マジで。チャンネル登録100万人ってね、でリピーター50万60万だったら AKB とか乃木坂より上のレベルやで、個人で。じゃあその乃木坂なんとかのピンで何人呼べるのって、うん、ホンダのバイクやで、もう、うん、ホンダ翼超えるであれは難しいですね。あれ超えるの難しいですよ、ホンダのバイク。なんで人気あるのかよく分からんけど、うんうん、でホンダ翼さんっていうのは俺最近したんだわだからでもどうは可愛いのよく分からんし、うんうん、だからすごい人気があるわけや、ある程度ね、うんうん、知名度があって、うんうん、あれになるんやで、カメリンが。ああ、生活変わるで。いやいや、本田翼さんみたいなチャンネル登録300万人になったら200何万人、確かね。で、カメリンが14本って言ったかな、動画確か。カメリンドッキリとかやれ。あ、ドッキリ大好きな。ドッキリ大好きです。それ一般パンピーポーが受けるようなドッキリとかやってけ。ああ、やってけ。チャガイモとか騙してカサカサカサ言ってフィッシャーズみたいな感じでやれや。やれや。フィッシャーズ見たことある？一度見たことないの？あ、見たことないんだ。で誰を見てんの、YouTuber？ 高橋芳生でしょ、やっぱり。そうですね。いやいや、俺以外で。一時をさ、だからさ、1年半前ね、チャガイフが来た時にさ、あのチャガイフとカメリンで番組みたいに俺がやれ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 みたいな、二人が嫌やって、バンです、ユンです、プラーみたいな、ブラーちゃんカメちゃんって、うわーにチャガ君何みたいな、そういうんでやるな。ちょっと今ちょっと1分でちょっと練習してみよう。番組のモノマネちょっとやってみろ。いや、ちょっと座ってこれ。いやいや、もう1回だけだ。これ演技だから。そのどういうふうに、要するに、何でしたっけ、いやさ、ブヤプラーって言うのよ。バンヨンって人がいて、VMBI。ブヤプラーっつって。で、アーンってやって。アーンってやってみて。やってみるモノマネ、モノマネ練習だ。どうでしたっけ、これ、なんかこんなやつでしたっけ。もう適当にブエプエで鼻を抜けるように言わなかんで、普通に VAPNI じゃダメ、うん、あの鼻を抜けるようにわざとブエアンブエアン、そうそうそう、ブエプエハーン、アーン、はい、やってみろ。バンユンさんのモノマネだ、よーい、ドンブエ、うん、一緒に言うんでしたっけ、あれって、せーの、ブエアンブエアン、アーン、あ、いいね。どこがいいんですか。でその後、バンです、
ユンですってこういうノリだから。だから行くよ。あれユンちゃんが女の子ですよ。そうユンちゃんがね、チャガです、カメですって言って、なんだよカメなんだよって、もうチャガくんだよみたいな、こんな感じでやってみよう。マジでやりたくねえ。いやカメラで回っとるから 4K 撮っとるよ。 4K って言わんでください。 4K 繊細に映っちゃうじゃないですか。モノマネだから。バイユさんが人気がすごい出てて、ね、俺ら、ね、当時ね、カブラとかチャガリとかまだまだ駆け出しなわけ、うん、だからその人気のある人のちょっとなんか学ぶとこがあるかもしれないから、ちょっとやってみて。ブイヤーンビヤーで、2人で会話ちょっとカメリンはめっちゃ可愛いこぶって、うーんもうチャガ君ったら今日どこ行ってたのみたいな、こんな感じで、チャガはそんな感じだった。知りませんよ、もう見たことないんですよ。バン君は何やってんだよ、カネって、あ、そういうキャラ、あーみたいな、そんな感じで、そのユンちゃんがもうチャガ君たらみたいな、今日はこれをやってちょっとご飯を作ってあげるねみたいな、なんかそのラブラブ風みたいなね、要するにカップルチャンネルだから、本当にカップルなんかどうかは知らんけど、そのカメラが回った瞬間はもうカップルのノリでやっていただくってことだから、番組はじゃあ、あーんとかやったりする。そうそう、それをやりきる。なるほど。で、カップルにありがちな喧嘩してみたり、なんかちょっと小競り合いしていろいろやったけど、結局仲良くて、コメント欄は二人とも絶対好きに違いないみたいな、くだらねえコメントつくわけ。あ、なるほどなるほど、うん、そういう感じでちょっと演技でやってみて。はい、どうぞ。演技を、じゃあ俺が台本読みしたら、カネ、お前何やってんだよ、何チャガ君どうした、今日の晩ご飯は卵焼きよ、それだったらうまいじゃん、今すぐ食わせてみろよ、ここまでやってみよう、よーいどん、はい、何をもう食べてったら、あ、いい感じ、いい感じ、 お買い物行ってきたんでしょ。チャガ君がちょっとカッコつけてる。あ、チャガ君、はい、そんなんじゃないのって。チャガ君はなんだ、なん、そうそう、なんだよ、そうそう、そんな感じ、何やってんだよ、なんだよって、何やってんだよ、カメ、ご飯作ってよみたいな、卵焼き作ってよ。カップルチャンネルなんだから、カップル感が、そんなカップルいます。あ、そうですね、バンユンさん、そんな感じだった。あ、そうか、そうか、見たら、だからそこをあやかって、今バンユンさんっていうスターやん、あの人たち。スターですね、大スターです。で、俺らは無名やん、はい、だからそのスターにちょっと勉強させてもらってる。じゃあちょっとやってみよう。まだやるんですか。で、卵焼き作る。卵焼き、あ、今回は卵焼きを作る。で、不器用な晩飯についてイメージするよ、こんなん。おい、カメ、今日は晩飯なんだよ、うん、チャラ君のために卵焼き今日は作ってるよみたいな。そっからアドリブで頼むわ。よーい、どん、はい、おい、今日晩ご飯なんだよ。今日はチャガ君のために卵焼き作ったんだよ。あ、カメリンでもちょっといいわ。いいでしょ、こんな感じなんだよ。うん、わかります。なんかそのめちゃめちゃカメリンうまい、そこやった。なんかナチュラルに、なんか相方が悪いっすね。可愛い子ぶってる女の子って可愛いよみたいなのを、そのなんていうのかな、あんな感じよ、イメージ通り。いい感じだった、カメリン売れるで、女優として。やったね、やった。カップルチャンネルやん。高橋君って一回やってみて。そう、それがいい。俺出れへんから、おじいさんなんて。いやいや、声だけで、うん、あ、じゃあ僕が、あ、当てれこしてください、僕に。あはは、どういうこと。僕に、高橋さんが、僕動くんで、高橋さんが声を当ててもらって。ね、もうそんなわけわからへん、もういいや。とりあえずちょっと俺が課題出す。客がめっちゃ早い。いやいや、ちょっと課題出させて。だから、カップルチャンネルなんだから、はい、で、それ今後ずっとやるわけだよ。今あともう30分とか、もうこんだけだけど。長いですね、動く。なんだよ、そんな番友さんなんか、その演技でカップルチャンネル何年もやってきとるで。そうですね。でもそれでカップルで一人だ、ピンだと売れないのよ、結局俺らは。あ、はいはい、でカメリンもピンで人気出ないね。クラウドファンディングやったらゼロ円、うん、ね。でチャーだってあれ、ね、全然その売れへん一人で、はい、ただ二人になったらガーンいく。それはカップルだから。あ、 もちろんそのなんだに、そのビジネスカップルだけどね。まあビジネスかどうかはまあ想像にお任せして。いいですね、ビジネス。ただ男どんなって分かんなくてさ、それで演技でそのチャガクンとか言ってると、ああ、なるほどなるほど、そうなっちゃったりするのよ、うん、あ、はい、全く興味のなかったあの人が、うんうん、意識するよね、みたいな、うん、カメリン何その微妙な表情でガンビリしてくるのなんか嫌だった。で、そういうことなんで、うん、でカメリンが全然チャガクンのこと興味ないんだけど、チャガクンって仕事だから、これカップルチャンネルなんだから
そこはなりきってもらわなきゃこっちとしてはカメラマン監督としては困るんだ。好きなふりをする。チャカ君今日何やってるの、チャカ君のために今日ちょっとお見返しなきゃみたいなね、こんな感じでチャカ君はおいさまね今日何やってたって本当にそんなやつなの、そんな感じを番組ってで、なんかゆうちゃんがそういう可愛い感じで、うん、バン君はちょっとこうおい、どうやってやるんだよ今日、そんな感じのカップル、でそれパクったらカウニーが可愛くぶってチャカ君何やってんだよつって言ってみようか、アドリブでザルそば作る過程ちょっとザルそばの手でちょっとそこはアドリブ大事、はい、じゃあどうぞ、じゃあ今日こっからね、うん、今日は皆さんこんにちは、カメです、チャカです、今日はザルそばを作ります、作ります、やめるぞカップルじゃないのやらせん再生回数の感じ、いやマジでカップルチャンネル来てんだって本当に男とか女一人一人だったらつまんないんだけど、うん、なんか年の差カップルとか、うんうんうん、なんかその不倫同士でなんか不倫カップルとかなんかそのカップルで、うん、まあ万有のは多分あの人たちは若いからめっちゃ、うんうんうん、若い子たちやけど、まあチャガイなんか30でもう40近いわけでしょ、うんうん、だからその大人なんだけどのカメリンと結婚するカップル、うん、今日からカップルチャンネル始めます、チャガですみたいな、別チャンネルで始めへんでポーンと、そしたら初めて見る人たちは誰なんだろうなってその経緯を知らずにさ、本当にカップルなのかなみたいな、チャガ君と付き合ってみたいな話で、でちょっとのろけてみたりして、やめろよそれ今ここで言うなよみたいなのひたすらやってもらってさで結構でもそのカップルチャンネルって結構そういうトークで10分ぐらいにまとめて、で喧嘩した時の仲直り方法みたいな、それで2人でさ亀と結構喧嘩するよな、でもあれやったら仲直りするんだよなみたいな、絶対これやったら仲直りみたいな、そんなんが求められたら世の中にへえやがってカップルチャンネルや、立ち上げますか、知らん、俺でもいいよ、やっといてこんなんだけど、僕がやる必要ないですよね、だから、アクターがあんたしかおらんの、なんで秋山さんは、あっちの方がギャップがあっていいでしょ、カップルチャンネルやるかみたいな、俺が下もうのろけないかみたいな、いや、だから、チャガしかおらんの、出れるあ、こうやってやったりして、あ、マルはやりたがるかも、おいじゃ、もうそっちでいいんじゃないですか、マルは、いや、マルは逆にそれはちょっと興味あるかもしれんとか、あこれだから人ってね性格だわ、マルは逆にねなんかそれで映されてうんみたいなのが意外にちょっと出てみたいかな、うーんだからカメリンとかそういうのもやっ、ただ他の、ね、仕事はおろそなんていかんけど、うん、だから下の話ばっかになっちゃうんだね、まあ、確かになるかもしれんね、カップルチャンネル2人やりたいな、それは俺が許可するで、別に止めやせんでやりとったらいつもそういう流れだよねカップルチャンネルでカメリンと、ただそれお似合いですかね、僕らめちゃめちゃ似合っとる、ありがとうございます、ありがとうございました、そうカメリンのそういうのも今突っ込んでほしいとこなんで、ねカメリン、ああ違うでもなんかあのちょっと可愛くぶりっこして可愛い感じでふざけて言うのはカメリンうまいかもしれない、うんですね、なんだよみたいな、うんうんうん、普通言えないよなかなか、普通じゃ普通じゃないじゃん、普通じゃないよ、うん、普通ではない、普通ではない、だからすごいってこと、名女優ですね、名女優だな、あとはチャカ君とのなんかうまくいって番組上チャカちゃんみたいな、ラブラブしてもらっていいんだよこれでもかっていうラブラブを見せつけるんだからカップルじゃん、ああそういうことですね、そうだよ、万雲とかもそうだよ、バン君からもうみたいな、ああそうか、私のことが好きなくせにみたいな、もうみたいな感じで一生懸命なんか料理作ってみたりして、ちょっとカメリンファンに僕殺されますね、そんなのカメリンファンなら大しておらへんがな、おるかありますね、おるよね、でもそれはバン君にもユン君にもファンはおるけど、うん、でもファンにあの二人の間には俺たち口出せないよなって思わせないといけない、ああそうか、うん、そのぐらいやっぱり強固な2人のも、ああなるほど、カップルチャンネルそうよ、うーん何
いや、秋山さんがやりたそうな顔してる。これか、全く一番嫌がってましたよ。これ淡いんやろ。めちゃめちゃ、だからそれが秋ちゃんです。秋ちゃんです。チャガ、でもね、キャラ的になんかチャガくんみたいなの合ってるけどな。このカメリンがそういう感じで、チャガくん今日何やってんの。それは勝手にそうやって思ってるだけです。いやいや、見た感じ違和感がない。で、チャガくんが来てさ、カメ、うん、今日何やってたんだよお前。だから二人相思相愛なんだから、カップルチャンネルなんだから。要するにいかに相思相愛なのかをちょっと画面上にね。ああ、まあ好きではいますけどね。そうそう、わざとのろけるみたいな、はい、それを演技でやり続けて、まあ人様に見せるもんじゃないですから、ね、いやだから、それからカップルチャンネルそういうもんだから、ね、イチャイチャしてるところで、それでそれたまには喧嘩した時とかもあるし、うん、それが毎回毎回動画で違ってくるわけ、うん、でカップルチャンネルやっとって本当に別れちゃったり、なんかいろいろあるよ、そういうチャンネル。想像してみても、自分がそのやっとるとも想像しても、滑稽でしかない。うん。いや、これは、だってそんなカップルのそんなのさ。例えば、高橋くんがね、画面にその丸写りにしたんで。嫌だよ、そんなの俺は。カメちゃんってやつ。こうやってやってね。カメちゃんとかして、やってくださいよ、マジで。絶対その方がウケますよ。いや、俺はプライド高いから無理やけど、チャガくんしかおらん、そんなんできる。もうチャガ君っていうのやめてくれませんか。いや俺はキャラじゃないのそんな。だから僕も違いますよ。カメリンはチャガ君今日何やってるのって。だからチャガ君が仕事行った体でさ、まずカメラ回してカメリンがプルプルって、はい、今日のチャガ君遅いなみたいな、プルプルプルって電話して、電話出ないどうしたのチャガ君みたいな、事故でもあったかなって。でカメリンが帰ってきた瞬間、うわーチャガ君帰ってきたみたいな、うわーカメリンみたいな、そういうの求めとるんです視聴者。いや僕ね、視聴者よりもね、高橋さんが求めてると思うんですよ、それ。いや、別に俺見すんなの見ないよ、多分動画。見てくださいよ、初めて1回、2回見て笑うけど。3回目でもういいわ、ね。マジで汚ねえな、それ。いやいや、ただ、やるんだったら、その、ビジネスカップルだから土日で、これでもやってもらってる。カップルチャンネルとか、なんかコントみたいな。あ、コントみたいなもの。いや、でも、万有とかそうです、コントみたいな。そうやって、も多分セリフが決まっとんねん。あれね、ざっくりね、こう言ったらこうで、俺が見たのはさ、台風が来た時にさ、またやらせだと思うよ、うん、台風が来て家に帰れないから、バン君のヨンちゃんのこと心配だから来たよみたいな、うん、じゃあもう今日泊まってきてみたいな、うん、でも二人はまだ肉体関係はないけどみたいな空気を出しつつ、今日どうしようバン君が泊まるけどみたいな、なんかそんな感じでカメラにやらないか。だから台風とかね、なんかそういう自然災害も全部動画に変えないから、だからカメリンここにおらせてな、結局、バン君みたいなチャガ君がやってきて、チャッ、カメリン大丈夫かって、心配だから、もう台風来たから、もう行ってやるよって、一人で買い物もできない、うわ、怖い、怖いみたいな、それも全部、そういうのが見たいのかな。いや、でも、そのバン君が人気ってそういうことやろ。理解が全くできない、これ。だからそういう少年少女じゃないけど、二十歳ぐらいの若い恋愛、その、汚れの知らないね、本当にお互い好きなんだよっていうのを、要するになんていうの、エンターテインメントムービーみたいな形、それをカメリンとチャガ君でやってもらってる。今からしかやればチャガ君だって僕言われたことないもん、高橋さんに。いやだからこの番組用でしょ。チャガ君いいですね、かわいい。カメリンと言ったらかわいいやん。チャガ君今日何やってた、ちょっとそれ演技でやってみようか。今電話して、それに要するにこの番組で言うと、今カメリンがいて、一人でいて、今日なんか寂しいな、私一人で。あ、チャガ君今日何やってたのかな、電話しなきゃって。チャガ君今何やってるって。カメリン結構言いまして、なんかちょっとやってみようと。番組さんそうやっとるよ、やりきっとるよ、二人はもうなりきっとるよ。だから売れてんじゃん。素じゃないの、いや、あれはもうビジネスだと思う。もう、いや、本当に付き合ってるかどうかは知んない。ただそうやってお互いそういうイチャイチャチャンネルでやってたら、結構な確率で本当にその気にお互いになるっていうか、演技が本気になったりもするから。え、何かも。え、何、何今のかな、意味は。ですか。だからちょっと電話のシーンちょっと練習でやろう。どうせ使わないんだろこれ、動画ないし。じゃあやめましょうよ、もう。やめよう。いやいや、でも撮ったら2時間あるから。もういいんですよ。いや、でも1時間以上には絶対今回は使うつもり。だって忘年会ガーデラの動画だ。ほんでカップルチャンネル誕生なるかって。高橋ご主人と全く関係ないんですけど。まあそうやけど、それでやっとんだもん。だからカメリンもう電気 0% だから早く言って。
あ、今日台風だ、怖いな、ブルブルブル。違う、そんなんじゃない、そんなんじゃない。俺の真似して、もっと可愛くぶらないか。もっと内股で、鼻から抜けて、なんやねん、カメラなんかやってたんだけど、タガくんどこ行ったのかなみたいな、そのユンちゃんみたいな、そのめちゃめちゃ無理やり可愛くぶってるみたいな、その無理して可愛くぶってます感を出さないか。あ、今日何やったのかな、タガくんみたいな。はい、どうぞ、時間がない。あ、今日はタガくん、タガくん電話してみよう。ピッパッパ、プルルルル、プルルル。あ、もしもし、チャグ君、私カメリー。うん。爆笑してる。いやいや、面白かった。確かにおもろいわ、それ。おもろかった、ちょっと。これ、高橋魚人ですか。高橋魚人で、ね、あの、俺の趣味のチャンネルだから。そうですね、なんでもありですね。だから釣りばっかりしてたけど、うん、趣味のチャンネルだから。で、俺がまだ釣り始めたら釣りも出すし、うん、今日は、まあ、バラエティーですね。今後2人が YouTuber としてね、まあ、俺も含め中仏飛ばずだから、うん、そのなんだろう人気のある人のね、そのカップルチャンネルも やろうかって話でした、はい、最終的に、はい、じゃあ最後の締めちょっと締めの2人でなんか決めなきゃ。あ、なんかポーズとかラブラブっぽい感じ、なんかこうやってやってるみたいな。そうかけようよ。フュージョン、うん、ちょっと違うな。カメインは要するにカメインはものすごいぶりっ子で可愛くて女の子って感じのキャラクターになりきる。チャガ君はちょっとわざとらしいぐらいに強がる、うんうん、俺がカメリン守ってるさ、俺が守るんだって。そう、カメリン、カメリンを傷つけるやつは許さん。そう、そんな感じ。わかりました、うん、でそんな感じ。カメリンはタガくんみたいなのなんかあるよ、鼻からタガくんタガくんにゃっ言ってみて。あれできない、モノマネできないよな。いや、できませんよ、あんなの。わざと鼻に絡めて喋るっていうか、にゃがあれみたいになっちゃった。よかったよ、背がわいくみたいな。よかったよかった、めちゃめちゃよかったね、今の。そんな感じ、そんな感じ。でも、なんか女の子ってでもそうでしょ、あの昔から言うんだよ、そのなんか鼻かかったようなちょっと可愛く喋るって昔からある手法で、今でもあるんじゃない。なんかもう一回カメリン、さっきうまかった、もう一回言ってみて。どうやってやってやって、ジャンガン変だな、変だな、普通にしゃべりしょ、この子ちょっと変な風にもう行き過ぎたとか、その手前やろ。そうですよね、ちょっと頑張りすぎましたよね。もう一個手前ですよね。変な気持ち悪い人だよ。ティャンガンくんって、うん、じゃあ分かった。じゃあ来年、今年これでね、動画最後になると思うんで、はいはい、来年の抱負はね、だからそのカップルチャンネル誕生なるかどうか、あ、はい、まだ確定しないけど楽しみに。そう、楽しみに。でカップルチャンネルやるとビジネスカップルが本気カップルになるかもな、はい、そうですね。まあ何でもいいけど。ということで今年もありがとうございました。ありがとう、はい、さよなら。さよなら。電源切れた。